ということでね、ちょっと、昨日ですね、日曜日に、まあ、1年間私ずっと見てまいりました、番組にもちょいちょい言及してまいりました、はい、アバタロー戦隊ドンブラザーズがついに3周回を迎えましてですね、はい、いやーちょっとですね、ロスが激しいのよ、はい、あの番組スタッフでもね、まあずっと見てきた長谷川ディレクターね、長谷川さんなんかもロスが激しい、きっと森安くんもそうだと思うね、あのロスが激しい状態で、リスナーの方からもメールいただいております、はい、複数もらってます、ラジオネーム素直な那須尾さん、宇多村さん、笠人さん、こんばんは。こんばんは。宇多村さんは先日のアバタロー戦隊ドンブラザーズ最終話、縁ができたなはご覧になられたでしょうか。この物語の締めくくりにふさわしい、バカバカしくも楽しく、そして切なく優しい、見事な最終回だったと思います。私は去年の8月15日5日放送会で、歌丸さんがジェットマンについて、あの今回のね、脚本の石上俊樹さんのかつての戦隊もの、ジェットマンについて熱く語っていたことから、井上俊樹先生に興味を持ち、ありがとうございます。そこからジェットマン、シャンゼリオン、そしてドンブラザーズを見ていき、幸運にもドンブラをリアルタイム視聴することができました。間違いなく歌丸さんがあの時にあそこまで熱く語っていなければドンブラザーズを見ることはなかったと思います。本当にありがとうございます。いやいや、私も嬉しい。今はドンブラロスを埋めるために仮面ライダーファイズやアギトを見ていく予定です。まずはアギトどうですか。今回のね、ラストの切れ味、ちょっとアギトっぽさも感じたかな、そのラストショットはちょっと、うんうんうん、ちなみに井上俊樹先生の、人の業やどうしようもない点を否定もせず、しっかり受け入れて魅力的に書いてしまう力技は、昭和の名脚本家向田邦子先生や山田太一先生に通じるものがあると思います。いかがでしょうか。いやでもそうかもしれません。本当に僕は井上先生、それでなんていうかな、そういう名だたる名脚本家に、はい、あの名を並べる本当に素晴らしい作家だと思ってます。他の方からもね、いっぱいメールいただいてる、うん、ちなみにあの井上俊樹大先生、最終回ね出てましたね。ちょっとね、どこに、ね、はい、もう見る人が見ればもうパッと分かるところに、分かるんですね、何度か映ってましたけどね、まあ、ただ立ってるだけなんですけど、ただ立ってるだけでそれと分かる、なんならただ立ってるだけで他の、メインキャラクターたちより圧が強いっていう、はい、立ってらっしゃいましたからね、他の方からもいただいてて、まあ、ちなみにドンブラザーズに関してはですね、この番組ここでさらりと語って終わらすわけにもいきますまいということで、すでに決定しております。来週の木曜日に、ドンブラザーズ、そしてね続いてくる、まあ、キングオージャーどうなるのかといったあたりも答えも込めてですね、特集を予定しているか決定しておりますので、はい、こちら楽しみにしていただきたいと思います、はい、なのでリスナーの方、思いの丈はそちら木曜日の特集に向けてまだ貯めておきますので、ガシガシ送っていただければと思います。とりあえず本当にね、お疲れ様、まあ、記事のは良かったよそしてですね、オープニングでも話したのもね、ドンブラザーズ、アバタロー戦隊ドンブラザーズの最終回について、ドブゴールドさん、昨日はドンブラザーズ最終回、ここまで見事に縦軸と横軸が複雑に絡み合いながら潔い終わりを迎えた作品を1年通して見ることができて幸せでしたと。また東映特撮ファンクラブで配信されている、井上俊樹大先生を迎えた最終話のコメンタリーも最高でした。あ、そうか、それね、出てたね、田崎龍也監督とね、はい、はいはい、龍太監督と、そうか。それでもし可能なら、脚本をテーマに大先生にお越しいただき、アドロクでお話を聞いてみたいです。これはですね、井上先生はですね、うん、以前ガイガンね、山崎さんがね、はい、取材した時もね、まあ、歌丸はね、俺を呼ぶようなそういうね、無粋な真似はしないと、あいつは分かってるから、そういう俺を呼ぶような無粋な真似はしないだろうとおっしゃっていただいたそうなので、はい、それはやっぱりできないということで、なるほど、もう大先生抜きで、無粋な真似なのか、無粋な真似、いや、なかなか出てこない、そうなんですね、そうなんです、それがやっぱりね、承知しました、うん、そういうことです、はい、なんですけど、まあ、我々で大騒ぎしてですね、あとまあそのね、ちょっとやっぱりこのアトロク特撮部専門家たちがいっぱいいますんで、確かに、はい、まあ、次回のそのね、ここから続いてのキングオージャー、私はこの流れでキングオージャーもちゃんと見ようと思いますんで、はいはい、いや初回で脱落しなければですけど、初回っていうか序盤で脱落しなければちゃんと見ようと思いますんで、そんな話なんかもですね、来週木曜日ドンブラザーズ総括特集、そしてキングオージャー楽しみだ特集やりますので、そちらを楽しみにしていただければと思います。大先生は呼びませんしょうがないですね、僕嫌われたくないんだよそれはねはい、ということで、本日のメニュー紹介いってみましょう。はい、メニュー紹介いってみましょう。はい、うん、ということで、今夜は今夜は、あ、そうだ、今夜はそうでした、そういうことなんですね。今夜は特別編成、6時台と8時台をぶち抜きでこんな特集をお送りします。題して、やーやーやー、祭りだ祭りだ、1年間楽しませてくれてありがとうな、勝手にドンブラザーズ大感謝でーす。ドンブラコ、ドンブラコ、どんどん揺られ揺れて、目指すはドンブラハッピーエンド。聞いても最高ですね、森崎ウィンさんのこちらエンディングテーマ、ドンブドンブラザーズということで、先々週の日曜2月26日におよそ1年間放送されていた日曜朝のスーパー戦隊シリーズ、アバタロー戦隊ドンブラザーズ、略してドンブラが無事完結いたしました。いやー、1年間通して本当に楽しませていただいた、最初にね、カルチャーニュースみたいので、
アバタロー戦隊ドンブラザー何これなんですよ。桃太郎がコンセプトですね。そうそうそう、最初そうなんですよ、うん、最初はすごい半笑いだったんです。なんだこの足の長いやつはみたいなピンクのキャラクターですね、生地、うん、言ってたんだけど、はい、まあ、途中で井上俊樹脚本じゃんこれみたいな、すいませんすいません、全然半笑いを改めますみたいな感じで、で見始めたらまあハマったハマったということで、さぞかしですねドンブラザーズ、まあ、ドンブラザーズファンすごく多かったね。ドンブラザーズから戦隊見始めたというかな、普段見なかった人もすごくハマったシリーズなんですね。でちょっと終わってしまって心に穴が開いてしまった、まあ、そういうドンロス経験されている皆さんいると思います。少しでも癒やすため今夜は勝手に大会社デーを開催いたします、はい、ということでまず6時30分からのカルチャートークではドンブラにハマった2人の番組スタッフ、火曜日担当の森安ディレクターと水曜日担当の長谷川ディレクターが特撮初心者代表としてお供してくれます。お供ね、これはまずボタンですから抱いているのね、すいませんね、この6時半台に出てくるの2人とも基本素人なんで基本素人不安しかないというね像になっております。まあ長谷川さんとかね喋りうまいけどねやっぱね。森安さん、森安くん皆さんにご紹介するのが楽しみです、ね、そして8時からの特集ビヨンズカルチャーはこちらこれでお前らとも縁ができたな、みんなでドンブラを語り尽くそう特集。さあということで8時台はひたすらドンブラの魅力を語っていく60分、この時間お供するのはライターのガイガム山崎さんとロックバンド終わりからのボーカル高橋恭里さんによるおなじみアトロック特撮部とボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表そしてスーパー戦隊ロボットコレクターでもある渡辺則明さん、おめでとうございます。6時台とはまた違う特撮クロートおじさんたちがドンブラの魅力や個人的な見どころポイントなどを語ってきます。そして新たに始まったキングオージャーの話なんかもちらっとできればなという感じがしております。はい、時刻は6時30分になりました。3月9日木曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして木曜パートナー TBS アナウンサーのうないりさです。ここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク、はい、今夜は勝手にドンブラザーズ大感謝デーと題しましてですね、アバタロー戦隊ドンブラザーズ、まあ、先々週の、ね、日曜に終わってしまいましたが、ドンブラザーズファンの皆さんに大いに語っていただこうという特集6時台8時台、やらせていただきます。ということでこの後、6時半ですね、この時間帯カルチャートーク時間帯はですね、火曜ディレクター森安くんと水曜ディレクターの長谷川さんをともにワイワイと感想を語り合おうと思います、皆さんご紹介いたしましょう。じゃあ、火曜ディレクターの森安くんです。よろしくお願いします。森安くん。よろしくお願いします。森安くん。ね、これ初こういう形で放送に出るってあんまり。そうですね。基本的にはちょっと避けてきたという方が。避けてたの。ちょっと怖かった。怖い。いやいいじゃないですか。ね、考え方はいいと同じ。ありがとうございます。考え方はいいという。いやいやいや、考え方もです。考え方もいい森安くんでございます。さあ、そして水曜ディレクターの長谷川さんです。はい、水曜ディレクターの長谷川です。はい、よろしくお願いします。長谷川さんはね、ウィークエンドシャッフル時代からのチームですからね。ちょいちょいね、声ネタっていうか演技物もやりますし。そうですね。うん、はい。あと何ですかね、こうのんべ企画とか。ね、小川さんと組んでいろんなことやってますもんね。やらせていただいてます。はい。はい、こういうとこもお手の物という感じで、ありがとうございます。もう今日はこの2人がね、もう大船に乗った気持ちで、2人の二大素人で、ね。でも2人が見るきっかけになった話とか聞きたいです。そうですよね。じゃあぜひね、ちなみにうないさんはドンブラは見てないから。見てないですね。うん、でもその見てないうないさんとかね、まあ、リスナーの多くの方もそうかもしれません、うんうん、そんな方々もぜひ見たいという気持ちに、ね、なっていただければ、こんなに楽しそうなんだったらっていうね、うん、ということで、現在 Amazon プライムビデオなどで全編配信中、見ることはできますので、今日の放送を聞いてちょっとでも興味を持った方は作品を見てもらおうというね、まずちょっと第一話からパンと見ていただくとね、どんだけ我々がね、どんだけめちゃくちゃかっていうか、うんうん、でも一発で聞かれますもんね、1話から、うん、ということでまずはドンブラザーズ、アバタロー戦隊ドンブラザーズ、どんな作品なのか概要説明からいってみましょう。うないさんお願いします。はい、アバタロー戦隊ドンブラザーズは2022年3月6日から2023年2月26日までテレビ朝日系列で毎週日曜9時30分から10時に放送された東映制作のスーパー戦隊シリーズの46作目です。監督は聖獣戦隊銀河マン以来となる田崎龍太さん、メインライターは超人戦隊ジェットマンなどを執筆した井上俊樹さんが務め、主題歌は森崎ウィンさんが担当しています。はい、ということで番組ではね、脚本家井上俊樹さん、私本当に大ファン、井上俊樹さん特集11月にお送りしたいとか、スーパー戦隊ロボットクロニクル、11月24日そして12月1日にやったこの特集でもフィーチャーしましたし、そして森崎ウィンさんライブコーナー、昨年の5月23日にライブで主題歌、歌唱してもらったりとか、あとそうだ、ウォッチメン、ムービーウォッチメンでね、ドンブラザーズ・ザ・ムービーね、やらせていただきました。無邪気なもんでしたね本当にね、うん、
そんな作品もやりましたということで、あらすじ、あらすじってどうなんの俺たちさ、こんなファンだけどさ、あらすじ説明できないですね、多分できないですねあらすじどういうことになってるのか、うなぎさんこちらもお願いします。はい、現役女子高校生漫画家として人気を集めていた鬼頭はるかは、ある日盗作疑惑がかけられたことで連載は打ち切りとなり失意の底へ。それに加えて不思議なサングラスをかけたことで人間の中に紛れ込んでいた怪人が見えるようになり、その果てに出会った謎の男桃井仁から桃井太郎を探して忠誠を誓えと告げられます。そして遥は強制的に鬼シスターへと変身したことで怪人たちとの戦いに巻き込まれていくことになります。時を同じくしてサルブラザー、犬ブラザー、キジブラザーも戦いに巻き込まれていくこととなりますが、4人は共通して宅配会社で働く若い男に出会いました。彼こそ遥が探していた桃井太郎、ドン桃太郎でした。はい、ということで、まあ、言われてみれば初期の言われてみれば出だしはこうでしたね。そうですね、ね、サングラスかけてさ見るとこうなんかこう怪人たちが紛れ込むのが見えるって、当時はゼイリブっていうジョン・カーペンターのゼイリブって映画の、あ、ゼイリブみたいな設定だっつってたんだけど、途中からこれ別にどうそんなにかけなくてもよくなってなるんですか。うん、どっちにしろその怪人やったら一月っていうのは勝手に出てくるんで、うんうんうん、でその一月が出てくると強制的にそのドンブラザーズはその場所に送り込まれるんで、別にメガネかける必要ないっていう、そういうのちょいちょいあるんだよね。うん、おめでほしいです。基本的にはこういろんな複雑な設定が用意されてるんだけど、うんうん、そこじゃないんです。そうですね、もう最終的には誰もそこは気にしていないみたいなね気にならない、はい、気にならない。後ほどじゃあね、お二人にねそのこと先の魅力伺いますけど、まあ私はもちろん井上俊樹脚本ということの魅力で、やっぱり全てのキャラクターがすごくすっとんきょうな話なんですよ。でデフォルメもされてるんですよ。でも全てのキャラクターが、あ、今あいつどうしてるかなとか、また会いたいなとか、やっぱねすごいな、もう本当にちょっとこんな表現で申し訳ないけど魅力的なの、みんな好きになっちゃうの。特にどうですかね、まあ、誰が好きみたいなね、そういう話もしてもいいですけど、なんかね、で結局その敵チームもどん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 言っちゃえば人間味っていうか、どんどんやっぱり、ああなんかこいつらでっていう感じがして、うんうん、最終的にやっぱね終わる時にはその登場した人全員に優しい気持ちで、なんか幸せで生きててくれっていう気持ちになるっていうのがね、やっぱり井上俊樹作品ね魅力でしたね。そこは本当に最後に至るまで、うん、その設定とか辻褄とか、うん、なんかそういうことよりも、うん、その登場人物たちがどういうふうに生きていると感じるのかみたいな、うん、そっちのが大事っていうか、キャラクターの魅力がそうですね、ずば抜けてるって感じ、ね、そう、本当にそういうことだと思いますね、うん、はい。そしてもう一つ、私ここすごく実は大きな魅力だと思ってるのはやっぱり音楽です。主題歌、確かにこれがね、その俺ね、ジェットマン、そう、井上さんのその前手掛けたジェットマンすごくハマって、はい、で他にもいろんなのおすすめされたんだけど、やっぱね曲が好きかどうか結構でかくって、皆さんからおすすめいただいていろんなシリーズ確か面白いんだけど、うんうん、曲がそこまで好みじゃないと俺なんかそこまでハマれないのよ、うん、でドンブラはぶっちゃけ戦隊史上でも僕は結構トップにかっこいいと思ってます、うん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 、すごい、もうまあ、ジェットマンかやっぱりドンブラかっていうぐらい僕は好みですね、うん、かっこいいよね、かっこいいです、何回言ってる、あのさ前1年間見てさ、最初のオープニングのあそこさ飛ばさなくない？飛ばさない俺1回も飛ばさなかった、踊るんだ森安くんが踊ってるよし、じゃあですね、ここで1曲そのねオープニング主題歌を聴いていただきたいと思います。森崎ウィンで俺こそオンリーワン。ドンドンドンブラザーズ、ドンドンドン、どんな問題やすけど、アバターチェンジ、
私は。いや俺らもね全部ちゃんと踊れるわけじゃないんですけどね。すごい、だっていきなり乗り始めたら私以外の3人がいきなり立ち始めていきなり踊り始めたら何私だけ知らないみたいな。でもね俺もあんまりこういう振り付けとか覚えるタイプじゃないんだけど、うん、やっぱ曲がすごいいいし、うんうん、乗りやすい乗りやすいし、うん、やっぱ振り付け見てるとやりたくなっちゃうんだよね、うん、私もだってもう2回目のどんどんって来た瞬間、うん、私も一緒にやり始めました。サビのところはね手で波作って、うん、これね、なんだろう、馬乗ってる感じかな、どん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 、馬乗ってる感じだった。やっぱね、いちかばちか勝負だ、ここ好き。あとさ、メンバーのその踊りがそれぞれさ、なんていうの、若干こうさ、馬下手がさ見えるとこが、そこがいいの、また萌え、踊り慣れてない感じ、はいはい、もうね、いいのよね。すいませんね、もう萌えじゃくってて、はい、森崎凜さん、作家でございます。オープニングの魅力だということで、そうです、オープニングナンバー俺こそオンリーワンを聴いていただきました。エンディングテーマドンブードンブラザー、さらに輪をかけていいので今日の特集の最後にかけようかなと思ってます。はい、ということでこの後はですね、お知らせの後ドンブラを、まあ、見た、まあ、割とこう特撮素人というかな、割とこうビギナーに近い番組スタッフ2人お話を伺いたいと思います。森安くん、はい、ラジオだから、あーごめんなさい、うなずいてます、返事音出してください。はい、森安くんと長谷川さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここからはカルチャートーク、今夜はドンブラザーズ勝手に大感謝デーをお送りします。ということでお供のお二人、自己紹介お願いします。名乗りをお願いします。アニメと漫画担当、火曜日ディレクター森安です。ドンブラ大好き、縁ができた。そしてインスト K-POP のマスター、水曜ディレクターの長谷川です。もうドンブラ最高です、ありがとうなどと申しており、あいいですね。何なの、さっきから名乗りって言葉もあれなんですか、なんか印象的 な名乗りはその全体において、はい、なんとかかんとか赤なあレッドなんとかみたいな、 あれ名乗りって言うんですけど、名乗りっていうんだ。ところがあの映画表の時も言いましたが、ドンブラザーズは実はほとんど名乗らないんですよ。決めシーンなし、映画の時の1回と、後半の2回とかな。なんで、ね、じゃあしれっと変身してるんですか。そう、いつの間にか変身してて、で映画版で初めてその、ね、出てきたんだから名乗れって言われて、名乗っていいんだな名乗っていいんだなっていう超くだらない、世にもくだらないくだりがあって、はい、でようやく名乗る、しかも名乗っていうことがめちゃくちゃくだらないっていう、また、はい、最高なんですよね。で何ですか、縁ができたな、縁ができたなっていうのはまあすごくキーな、まあ、というかもうラストにも決まった名ゼリフ。ちなみに森安くんはあまりにも最終回が悲しすぎて、はい、ずっと見ないでキングオージャー1回目を見てるのに、ドンブラザーズの最終回見ていないっていう歪んだそのスタイルを終わらせたくなかった、ね、分かるよ分かるよ、ゲームもありますよね、クリアしたくなくて、ね、ラスボス取っといちゃうみたいな、ね、そういう見たんですか。見ちゃいました、見ちゃった。どうでした、期待は。最高って何を言ってた、期待はって最高しかないです何を言ってた、何を言ってたんですよ。さあということで早速お二人にお話を伺いたいと思います。じゃあまずは森安さんからお話を伺います、はい、森安君は、戦隊ものっていうのは結構見てきてるんですか。僕はちゃんと見たのは多分なくて、うん、年間当初本当見たのはドンブラが初めてかもしれないですね。小学校の頃に見てたのがオーレンジャーとか、うんうん、95年ぐらいですけど、うん、その辺にちょっと記憶があるかなぐらい、ちっちゃすぎてね多分ね。そうなんです、なんか話をなんとなく覚えてるかぐらいの、うんうん、感じ。どっちかイメージあるのはライダー系に行っちゃったんですよ、戦隊に行って、うんうんうん、そこで、まあ、クーガ2000年のクーガでがっつりそのライダーにハマっちゃって、でそこから見ていったのがどっちか戦隊というじゃないですか、まあ、特撮。日朝で言えばライダー見てた、だからクーガアギトですよ ね、 そ, うですね、その辺りで見てた。で戦隊ちょっとあんまりちょいちょいみたいな感じ。わかります、私もそんな感じよくわかります。で、はい、でドンブラその見始めたというかな、そのきっかけみたいなのは何だったんですか。僕は、もう本当歌丸さんです。ああ私がね騒いでました、火曜日で面白いってめっちゃ言ってて、はい、うんうん、はい、それであそんな歌もせんだら見なきゃいけないなと思って、うん、見たら僕、まあ、2,3 話ちょっと遅れてたんですけど、うん、はい、見たらあこれめっちゃ面白い、何これ、1話からそれが来たんですか。そうそう、1話から来たんで、ぜひ今からでも見てください。あのね、うなえさんはねハマるまでの距離とか時間すごい重要なのよ。そうなんです、本当にね、本当にね、いつハマるかなみたいなのをこう待たなきゃいけない時間がちょっとこう今時ファスト人間効率重視でもね、そんなファスト人間にもね、だってもう1話から来るってことはね。そうですよね、 1話見てどこがこうハマったとか。まあ全然戦隊っぽくないというか、うんうんうん、戦隊のイメージがちょっとなんかこういう戦隊なん、うん、戦隊かなっていう感じのところが僕は、うんうんうん、あちょっとなんかいいんで面白いなと思って
はい、でどん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 回を重ねることでおかしいなっていう、いいのおかしいなって話がこう面白くなってるんで、あ、これはいいぞと、うん、という感じで僕はどん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 で毎週のルーティンにもなっちゃうぐらい、そうそう、日曜日の夜は僕はどんぐらいを見るっていう、ね、最終話だけに逃げない、ちょっと気持ちがそこまでいっちゃう。でもルーティンにね、あのね、30分だけど賞味で言うともうちょっと20分と短いから、らいだからそのコンパクト見られるってもあるんだよね、はいはいはい、だから日曜日の夜にちょっともう来週から仕事で、明日から仕事だけど、ちょっとほっこり、本当にそうですね、寝る前にとか、うん、本当にお風呂入りながらとかね、うん、確かに基本的にめちゃくちゃ、そう、基本的にめちゃくちゃ後味いい作品なんで、うんうん、あのあーってね、なりますよね。お気に入りのキャラクターエピソードなんかありますか？僕はキャラは、僕はソノイ、うん、ソノイがすごい好き。ソノイというのはこのノートというですね、はい、主人公たちとはまた違う、これまあちょっとあのね、設定とかいろいろあるんだけど、そうです、敵ですか？敵ではない、敵、敵か、敵、本来は敵、うん、で敵というかそのもうそうですね、敵、敵サイドなんだけど、どんどん仲良くなっちゃう、そうなんですよっていうソノイで、特にソノイはやっぱドン桃太郎ね、桃井太郎のことは大好きで、そうなんです、ね、あ、ドキンちゃんみたいな感じですか？ドキンちゃんみたいな、あの食パンマンみたいな感じ、敵なのにヒーローに恋しちゃうみたいな、まあ、あのね、あとね、そのみそのね、好きなのを認めたくないっていうか、そうです、そういうの、自分が人間に興味を持ってることを認めたくない、で何そのおでんってうまいのかみたいなこと言って、そうそうそう、血統申し込んだりするんですけど、そう、血統、うん、血統もいい話なんですよ。桃井太郎はね、あんまり人のことを認めない人だけど、すぐ25点とか言って、そうそうそう、本当に嘘がつけないんですよ。嘘ついちゃったら嘘つくとね、死ぬんです。待って、桃井太郎はあの嘘をつくと死ぬんです。どういうこと？はい、でみんな嘘がつけないんだよ。で嘘つくたびにドタって倒れて、あ、死んでるっていうことがない。何回も主人公は死んでいると。そうです、何回かその何回か死んで、嘘ついちゃって、うん、で、まあ、ソノイはやっぱりそのクールなんだけど、そう、やっぱりその何ですか、決闘していってどん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 、まあ、敵だったのが、まあ、ライバルになって、そこから、まあ、まあ心を交わせて、うん、友情というか、うん、仲間になっていく、うん、で最後の気が味方になるパターンを、ミスで最後の、うん、最後の耳打ちのシーンがもう僕はもう泣きそうで、うんうん、それ、はいはいはい、もうこれもちょっとざっくりしきりませんけど、確かに、でも敵が味方になるっていうのはそれだけで、あの引き込まれる要素だと思います。そう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 、うん、そうそうポイントを共通して言える、うんうん、ではちょっと長谷川さんにもお話があります。あ、はい、長谷川さんは今まで戦隊ものとか特撮見てたんですか？いや、私もほとんどおじゃまじゃどれみとか明日のナージャとか見たかったので、その流れで見てるっていうぐらいの、はい、うんうん、日朝の女の子のやつみたいなのを見てましたかね、うんうん、はい、じゃあもうほぼ初戦隊ですね。そうですね、他のは流し見だったんで、うん、もう覚えてないです、うんうん、なぜドンブラ見ようと思ったんですか？まあ、最初にあのドンブラやるよみたいな時に、これ井上俊樹さんの脚本じゃんって言って、最初にすごい歌丸さんが食いついてて、うんうん、そんなに面白いのかと思ってたのが3月ぐらいだったと思うんですけど、うんうんうん、そっから、まあ、ちょっとずっと気になってはいたんですけど、森崎ウィンさんがライブコーナーに来て、うんうんうん、やっぱ主題歌歌った時の爆発力がもう半端じゃなくて、うんうんうん、これは見ないといけないなと思ってて、でも主題歌はずっとそっから聞いてたけど、うん、ちょっとなかなか見れず、うんうん、ただ11月12月ぐらいになった時、結構そうなんです、私すごく最近やばいね追い込みみたいな感じで、うんうん、いよいよやばいよみたいなことずっと毎週のように歌丸さんが言ってたんで、いよいよ来てる来てる、毎週そこでどんぐらいの感想を聞いてるんです。あ、もう本当にこれは見ないといけないと思って、年末からかけてずっと見てて、でようやく私は最終回をちゃんとリアルタイムで見れたっていうぐらいの、すごい、そうなんだ、そうなんです、なんですいません、本当にまだ浅いので、本当にいやでも見切ったなら全然、しかも浅いどころじゃなくて、だって今 G ロッソ、ね、あのね、コレクエン の, あの出演者たちがね、はいはい、実際に本人たちが出る ショーがあるんだけどG ロッソ、ね、こういうの昔 G ロッソ行ったんでしょ？行きました、行ってきました、すごいね、でもそこまでハマったんで、ハマりました。どこがまずその一番ハマりましたか？そうですね、もうちょっといろいろ言いたいことはあるんですけど、まあ、なんか本当に、まあ、そのさっき言ってた脳とか人間を知っていく過程とか、あと、まあ、わかんないですけど、私的には本当のラスボスというか、本当に絶対的に悪い人っていうのがなんかいない気がして、で本当にあのキジノっていうあのピンクなんだけど、うん、男性のキャラクターって今までで新しいあの、うん、社会人のキャラクターが出てくるんですけど、社会人の既婚者、そうです、社会人の既婚者のキャラクターが出てくるんですけど、彼もあのヒーローなのにその悪役側というか、まあ、なんていうんですかね、うん、あの闇落ちをね、闇落ちをしたり何度も何度もね、そうなんですよ、これで3度目だなって思いました。
そうなんです、うん、ジローっていう、まあ、あの太郎にすごい憧れてるキャラクターの子もなんか人格が二重になってたりとか、そう、ね、もうなんかそういう本当に歌丸さんも言ってたみたいに人間味あふれるところっていうのが、うん、あのまあ、敵いわゆる敵と言われる側にも出てくるし、そのヒーロー側にも出てくる、うん、なんかどっちも対等な関係みたいな風に思って、うん、そこはすごくどんどん見てるうちに惹かれちゃってっていう感じですかね。推しキャラとかいるんですか。推しキャラこれ本当にね選ぶのが難しいんですけど、まあ、夏美穂記事の翼ふのにがかかってくる話は大体好きなんですよ。あーだから三角四角ぐらいか。そうなんかこう成長と愛みたいななんかこう、うん、なんですかね。ソノニがさこんななんか乙女になるなんて最初の方全く想像もつかないよな。そうなんですよ。またソノニがあの身を挺してあそこなんか、あれがもう本当40話と44話かな、危険な N リー白バレ黒バレっていうのも本当にどうしようと思って。どうしようこれね。ドキドキです。恋愛要素も結構いい感じなんですか。恋愛とそのなんていうかな、その人格なんていうか記憶を失ったような状なんていうかな、こう同じ人をの違う面を両サイドから好きになってて、でその男2人は友達なんだけど、お互いがその同じ人を好きっていうことを知らないままとかで、キジノっていうそのピンクはね、もうあの美穂ちゃんっていうその自分の奥さんのことが好きすぎて、好きすぎてサイコパスみたいな、はい、主人公たちなんだよ。愛妻家ゆえに。そうだから心配で心配で。キジノ良かったね最後ね。見てらんないとか思いながらも頑張ってできるできる。何が起きるんだキジノに。キジノやべえっすよね。気になる。ちなみにジーロッソ行かれて実際のキャスト陣見たわけですよね。はい、はい、見てきました。行きたいな。3月19日までよね。はい、もういやもう最高でした。最後のあのダンスもちゃんとやってくれるので、うん、うわたまんない。もうたまんないです。あと本当スーツアクターの方たちを生で見れたっていうのはなかなか私なかったので、うんうん、本当に目の前で上の高いところからバーンと落ちたりとか、うんうん、縦やったりとか、うんうん、これ生で見れるの、いいんですか、うんうん、みたいなはっていう。結構あの大きいお友達一人客とかそういうのもいけますか。全然大丈夫です。うちは持ってる方もいらっしゃったりとか、うんうんうん、はい、いやーということで、いやでも二人がこういう形で、まあ、私がね、まあ、ちょっと騒いだのもただのプラスになったんだったらすごく嬉しいですよこれは。いやー楽しいですね。楽しいね。楽しいですね。今日8時台もねやりますから行っていいよ。ありがとうございます。ありがとうございます。放送前もずっと森屋さんといやそこがっていう話をしてて、ね、どうちょっとうなやさんこの輪に入りたくなりません。あの聞いてて戦隊ヒーローってやっぱ戦うものだと思ってたんですけど、うんうん、皆さんから出てくるのがやっぱりキャラクターと人間関係の魅力ばっかりだから、うんうん、はい、だから見やすいのかなって思いました、はい、とにかく戦って倒すっていうものだと思い込んでたんですけど、うん、戦いのとこも戦いのとこちなみにですね、あの CG とかがまあ、これ、まあ、よくもあるかもめちゃくちゃでまたであの戦いのとこは戦いのとこでこれ合体しながらもうメンバーが文句言うのよ最初。そうなんですよ。そのそのメタっぽいですね。前が見えないとか言って、そうそうそう、なんで足なのよとか言ってとかそういうなんかね戦ってる間もしっきりなしになんかすぐくだらないこと言ってて、はいはいはい、そういうのも楽しい。だから相手をぶっ倒すで倒しても殺すわけじゃなくて、はい、そのなんていうかな、正気に戻すみたいな、人間に戻してあげるっていう戦う。だからなんていうかな、その勝つことが目的じゃないんだよね別にね。それよりもなんかそのそれぞれが負った業みたいなものを、まあ、ポイント制みたいなちょっと謎の設定があるんだけど、うんうん、自分が負った業をなんかその善行を施すことで返していくみたいなのが一応大筋としてあるんだけど、ただそんなのも目的ではなくてなんかなんだろうね、人間模様を見せるための装置ぐらいになってもう本当にそういうことと思っていただいていいし、なんかね見てくうちもういいよと、そうですか、もうその勝ち負けとか、その件はいいから仲良くみんなで暮らしていこうみたいな、それよりお前らがドンブラに集まってわちゃわちゃやってるところを見たいみたいな、何かっていうとドンブラに集まって会議したりするとかもう最高じゃん。ノート3人もねずっとドンブラにいますから。敵の時からもう来てるもんね。そうなんですよ。編集長そうだね。そのさいいよね。そのさ町の上でのあの人だよね。あの町の上であの映画作ってるあれのさ助監督じゃないけど、あのほらあの萩原あのみのりさんのさあの元彼みたいな。そんなことはどうでもよくないどうでもよくないね。そうそんなキャストも皆さんも出ておりますので、ということで、うなぎさんもちょっと興味を持っていただいたでしょうか、うん、ということで8時台今度はですね特撮クロートおじさんたちが集まってですね、これはこんなにね牧歌的じゃないよ私はうるさいと思うよ、すごいねやかましおじさん来ますんでね。ということで引き続き、まあ、あのこのアフターシックスジャンクション曜日ディレクターの色というのはやっぱり素性に出るところも魅力だと思っておりますので、火曜日の森安くん、そして水曜日の長谷川さん、引き続きこの番組ともどもよろしくお願いいたします。お二人ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、ということでどんぶら祭り、まずは属時代ね、素人2人によります、ね、うんうん、森安 D そして長谷川 D のね、はい、でもすごく熱がある語りで、はい、よかったですよ ね、 そうですね。全然私と1年間全く見てないんで分かんないですけど、うん、断片的にでも、うん、なんか魅力が聞こえてきたし、なんとなく、ね、そう、人間関係というか、うんうん、その人間ドラマの部分、本当にそのおっしゃる通りで、うんうん、はい、だって、なんていうの、なんならこう合体とかそういうのしない回とかもあるし、ロボットとかが、うんうん、はい、全然そういう回もあったりするね。その辺やっぱ井上俊樹脚本、そういうの結構あるんですよね、うんうん、メールもいただいてます。現在ドンブラロスになってる26歳の男です。とても素敵な曲ありがとうございます。とことん語り尽くしてください。ありがとうございます。8時台も楽しみにしてください、うん、そして、チビさんはドンブラザーズ、ロスの方に朗報です。月額960円で加入できる東映特撮ファンクラブは、ではドンブラザーズ全話のオーディオコメンタリーバージョンが絶賛配信中です。でね、後日最終回のディレクターズカット版の配信も発表されました。だって、そうなんだ、未公開シーンとかがあってことですか、ね、そうなのかな、うん、だからさらにちょっとね、ちょっとやっぱり急いでる感はあったの。最終回いろいろシーンカットされてるなっていう感じはあったんですか。なんていうかな、まあ、もっと言えば俺たちそのなんていうの、別れを伸ばしたいっていうかさ、もうちょっと今日は1時間スペシャルでいいんじゃないぐらいの気持ちはあったので、あのね、やっぱ井上俊樹さんの、それこそアギットとかのエンディングもそうだけど、うんうん、最後に全てのキャラクターのその後っていうか、はいはい、その日常に帰っていく様みたいなのをすごくこう描いていくんで、はい、あ、時間足りないですね。そうそうそう、あの、まあ、駆け足感は確かにあったので、はい、そうか、これあるならちょっと確かに、他にもね、歴代のスーパー戦隊シリーズ、仮面ライダーシリーズ、宇宙戦刑事シリーズなども見れるので、くじスタだと言っても過言ではありません。この機会にぜひというふうにチビさん言っていただいております。ありがとうございます。ディレクターズカット版はい、この後8時からはね、アバタロー戦隊ドンブラザーズ大感謝祭、ということで、まあ、あの、クロートおじさんタイムとなるわけですけども、うん、ね、うないさんも、だいぶこう、今、人物相関図なんか見ながらですね、そうですね。うん、気になるポイントもあると思うんですよ。うん。キジノくんが気になりますね。キジノ強しは、ね、さっきから話題に上がる。彼はやっぱりピンクの、はい、はい、キジブラザーなんですけど、うん、非常に危ういんです。そのミホちゃんという、その奥さんのことが好きすぎて、うん、だからそのミホちゃんに関することになると、すっごい読み落ちしちゃうと。速攻闇落ちするヒーローって面白いですね。そうそうそう。で、もう毎回そのお前もう3度目だな。落ちかける。そうそうそう。ダークサイドにみたいな。でもね、ちゃんとその闇落ちしてる展開みたいのが何回目かになったらちゃんとそれがこう生かされたりもするし、で、この美穂ちゃんっていうその彼の奥さんが、はい、そのこっちのブラックの犬塚翼っていう彼の恋人、はいはい、その行き別れになってしまった恋人と、ま、ほぼ見た目はどう見ても同じ人、夏美と。で、でどういうことなんだっていうのがあるわけです。じゃあ一人の女性、見た目が同じ女性を巡ってるって感じ。そう、ただお互い記事のも犬塚もその同じ女性と思われる人を愛してるということは知らないまま友達になってるし、でしかも大人、しかも犬塚は一番最後の方まで、はいはいはい、ドンブラザーズの実態がこの人だってこと分かられてないのよ。全然違う人が、犬はきっとこの人だとか言って全然違う人のことをみんな思い込んでたりして、そう、彼はちなみに指名手配犯です。あら、ええ、日本中に逃げ回ってます。3月9日木曜日、時刻は8時を回りました。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティの私ライムサー歌丸です。そして木曜パートナーの TBS アナウンサー宇内梨沙です。さあ、ということでここからは聞けば世界の銘柄がちょっと変わるといいな、特集コーナービヨンドザカルチャー。今夜は、アバタロー戦隊ドンブラザーズ勝手に大感謝で、カルチャートークでは当番組のスタッフが特撮初心者代表として感想会を行いましたが、ここからは特撮クロートおじさんたちをお招きしてよりディープに感想を語っていくゾーンということになっております。もう一度言っておきますとですね、やっぱりですね、まだ見てないという方ね、Amazon プライムビデオなどでですね、サブスクでこう見れたりもしますので、興味を持った方すぐに見ていただければ、まず第1話見るとですね、どれだけぶっ飛んだ戦隊シリーズ、非常に異色の作品であるか、そして、まあ、そこでもちろんハマれなかったらしょうがないんですが、多分そこでこうキャラクターたちの魅力にちょっとでもハマったらですね、もう一気にファンになってしまうんじゃないかという感じなので、まだ見たことないという方もぜひ一緒にお楽しみいただければと思います。ということで前置き長くなりましたが、ここからの旅のお供をお招きいたしましょう。皆さん名乗りをお願いします。やあやあやあ、ガイヤマだガイヤマだ、暴力系エンタメ専門ライターアトロックトップのガイガイ山崎です。よいしょー。いや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 、ロックバンド終わりから科学特捜隊のボーカル、アトロック特撮部の高橋氷だ。よいしょ。いやいやいや、ボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表、
合体変形玩具を愛する男、渡辺則明です。よいしょ。それでは早速タイトルコールいってみましょう。これで我々も縁ができたな。アドロック特撮部とドロッセルマイヤーズがスーパー合体、みんなでドンブラを語り尽くそう特集。イエーイ。ドンブラコットン、ドンブラコットン、目指すはドンブラハッピーエンド。もうこの3人揃っちゃったら無敵じゃないですか。いやもうね、では知識もあるし熱量もあるという人たちですから、ちゃんと名乗りもやりきっていただきましてありがとうございます。さあということで、これまで交わることがなかったアトロク特撮部とドロッセルマイヤーズ渡辺さんの2組がドンブラザーズの完結記念にスーパー合体ということで大いに感想を語り合っていただく1時間となっております。はい、特撮部のお二人にはですね、脚本家井上俊樹特集や、あの頃日本は高島正弘に守られていた特集など。確かにそうでした。ありました。お世話になっております。そして渡辺さんにはですね、戦隊ロボットクロニクルだったり国産 RPG クロニクルシリーズなどでもお世話になっております。はい、ということで渡辺さんはね、本日もね、まあ、ドンブラとあの新しく始まったキングオージャーも、はい、早速入手してきました、ね、まだちょっとサイズは小さめですけどね、うん、でもなんかいきなりこのなんかゴテゴテ感っていうか、もうね、そうですよね、もう終盤戦の勢いですよね。終盤戦の、でも多分こっからあのサイズ的にはまだ小さいから、こっから気膨れしていくんでしょうね。そうですね、これ最終的にどうなるか本当心配ですけどね。はい、ということで改めてこのお三方とともにも、いきたいと思います。終わった今の率直な感想というのをそれぞれ伺っていきたいと思います。じゃあ、うん、ガイガンさんからいきましょうか。そうですね、はい、やっぱさ、今回の放送の頭の方でもあのやっぱドンブラロス、ドンロスというお話があったと思うんですけど、うん、はい、まあ、僕らの場合、うん、戦隊が終わるのは毎年のことなので、確かにそんなロスってことの喪失感がない。この間打ち合わせしてロスとか言ってらんないんだよって言って、まあ、新しいのも始まるしね、うん、寂しさはあるけど、まあ、まだ他にもみんな寂しいことはいっぱいあるっていう。寂しいことは他にもいっぱいある。心持ってかれないようにしてるっていう、うん、まあ、でも卒業生をいっぱい見てきてるからね。そうそう、歌丸さんはやっぱ久々の担任だからすごく心持ってかれてると思うんですけど、うんうんうん、やっぱ僕らこの卒業生たちに思い入れはあるけど、うん、そう、まあ、卒業していくものだからね。卒業しても毎年見てるし、うん、てか何ならあの僕は学年主任に近いんで、あの戦隊組、ね、ライダー組、ウルトラ組の卒業を毎年見てるので、うん、そんな引っ張られてもね、ね、まあ、いいクラスも悪いクラスもあったなっていう。確かに、もうよっぽどみんな可愛い子たちだよみたいな。謎の立場から見てるんで。なるほどなるほど。高橋さんもどっちかというとウルトラ組の担任なんですね。まあ、そうだから僕は今回ちょっと歌丸さんに立場的には近いというか、うんうん、まあ、ちょっと非常勤講師的な気持ちで見た生徒たちが卒業してったので、はいはい、まあね、僕もそこまでこう戦隊毎回毎回必ずこうハマってるわけじゃなくて、うん、まあ、数話見たらっていう時は結構あるんで、はいはい、今回はちょっとねハマって、うん、人生で初めてこう戦隊の撮影会、うんうん、近所のヨドバシカメラにちょっとドン桃太郎来たと聞いてちょっと行ってみたら、本当キッズしかいなくって、うんうん、遠くから見守るだけだったんですけど、まずそれぐらいの気持ちにはなりましたね、やっぱ今回は。いやでもね、そういう方もあのこっから入った方も結構いるというのがね、一つ特徴かなという気もしますが、うん、渡辺さん的にもまあまあ今年の魅力は、ね、僕はやっぱり戦隊がメイン、あの 主な担任で、あの今年はライダーは担任してなくて、であのあれですね、プリキュア副担任ぐらいの感じなんですよ。だから、まあ、これはかなり僕も結構食らってるところはあるんですけど、うん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 、あでも、まあ、とりあえず今その終わってどうだったかっていうのを、うん、ロボ目線の話だけちょっと最初に軽くさせていただくと、はいはい、うん、ですね、まあ、ちょっといきなり確信に入るで言いますけど、うん、ドンブラザーズ僕最終的にどういう戦隊だったかと言われると、うんうん、一言で言うと、一つにならない戦隊っていうことだったかなと思ってまして、個人のなんていうかこう個別性を保ったまま、うん、ドンブラザーズとしてずっと進行してきて最後までそうだったっていう、そうですね、ことが大事だと思うんですよ。確かに確かに。で僕は戦隊ロボットクロニクルで、とにかく戦隊におけるロボットっていうのは戦隊の結束の象徴なんですよと、うん、でユナイトの象徴なんですよってことをずっと言ってきたわけなんですけど、うんうん、はいはい、そういう意味ではドンブラザーズはロボットが最終的には必要じゃなかった、うんうん、だから最終回にはドン鬼退治が出なかった、出なかったですね。そうですね、うん、でラスボスもいないし、だから巨大戦もないわけですよ、うんうんうん、だけどただ最後、うん、名乗りをした時に、うん、ねぶただけ出たじゃないですか。ねぶた、あの映画でも出た、ねぶた出ました、ねぶたとしてのドン鬼退治だけが出て、うん、まあ、だからこれはそのあれロボットクロニクルでいうところの、うん、あのみこしとして の、うん、あの戦隊ロボの概念だけが残ったみたいなことなんで、だまあそこは結構、ね、僕たちは複雑な気持ちですね。あロボット好きとしては、ね、ロボットが要は不要論みたいなものでもあるから、あでもそれがその割にめちゃくちゃ売れたんですよ、そのドンゴニ大臣は ねプロポーションとか全然素晴らしいからね。そうだから玩具としては売れたが、作品としてはいわばその戦隊ロボ不要論みたいなものを1年かけて最終的に決着したみたいなとこもあるから、ああ、うん、
なんか結局ロボの玩具が売れたのはいいことなんですよ。それがあるからずっとシリーズが続いていくものなんで、うん、でも例年に比べてめちゃくちゃ活躍してるかっていうと、さっき言ったようにむしろ、ね、そうでもない、うん、でじゃあどうすれば売れるのかよく分かんないし、ゲスト怪人に至ってはほぼ活躍しないじゃないですか、うんうん、俺が好きなのは怪獣とロボットなんですよ。相変わらずトシキは俺の欲しいもの一切よこしてくれないんですよ。井上さんがそこに興味ないってことでしょ。興味ないんですよ全く、うんうん、間違いないです、まあ、常にスパルタで、それでもお前はライダーと戦隊を愛せるのかっていうスパルタ教育をトシキは俺にしてくるので、先生なのか生徒なのかどっちなのか、さらに上に校長がいるんだ、ね、校長校長井上校長がいるっていう状態ですよね。井上校長すごいスパルタで、でお前じゃあつまんなかったのかっていうと、例によって面白かったんですよ。例によってめちゃくちゃ面白い、悔しいけど面白い、うん、怪獣がロボットが出なくても面白いって、うんうん、そこは認めたくないところなんだけど、うんうんうん、まあ、そこ面白かったんだよなっていうのはあるんですよね。井上さんってでも毎回それはそうかもしれないよね。その、うん、いわゆる型っていうところにあんま興味なくて、うん、あのやっぱり、まあ、言っちゃえばドラ人間ドラマっていうのを描きたいわけだし、うんうん、まあ、だからその感想は、まあ、言っちゃえば校長してやったりじゃないですかね。 それはね、そうですね、井上校長にはいつもやられてばっかりなんで、うん、なんだねそれ学校例えが学校例えですね、どんどん複雑によく分かんなくなってねえ、いやいやいや、まあ、ちょっとあのそれぞれのね、はい、あのまたポイントというか総括みたいなまたそれぞれ伺っていくきたいと思います。で僕今日はどうしてもね、さっきあのオープニングっていうか6時台に、うん、あの俺こそオンリーワンかけて、はい、やっぱりちょっとどうしても曲かけたくて、ドンブードンブラザーズ最後にかけたいんで、うん、ちょっとそれに向けて、はい、そしてさらにその先にキングオージャーの話も始まってます、はい、ちょっとだけキングオージャーの話なんです、めちゃくちゃ渋滞してるから結構圧縮していかないと、うん、行きましょう、はい、よしさっさと行きましょう、はい、はい、ということでお知らせの後、3人の特撮おじさんたちとともにドンブラザーズ感想大会を開催します。8時10分生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション、今夜は勝手にドンブラザーズ大感謝デーをお送りしています、うん、はい、木曜パートナー宇内梨沙さんは、はい、ドンブラザーズ見ていないわけですが、はい、あのこのキャッキャぶり熱感というのを見てていかがですか、うんうん、そのこれまで特撮というか戦隊ヒーローがいわゆる王道の、うん、そのみんなが変身して名乗って、うん、合体してロボットとして、はい、っていうそのセオリーにのっとってない、うん、それが好きな人たちはこのドンブラザーズをどう評価されてるのかっていうのを、うん、聞いてみたいんですけど、元々戦隊の型、ね、ある意味外しちゃってるわけですからね、うん、これちょっとガイガンさん聞いちゃおうかな、どうですか、うん、だから型が楽しくて見てるんですよ、うん、結局僕らは、うんうんうん、だからそこ外されると大概はそういうことじゃないんだなってなるんだけど、まあ、さっきも言ったように、うん、なのに面白いところはやっぱちょっとなんか持ってかれた感じはあるんですよね、悔しいけどってやつかね、うるさ方も悔しいけど、あ、まあ、それだけ、うんねえ、うん、はい、人間ドラマがやっぱり良かったっていう、うん、そうですね、キャラクターがやっぱ魅力的でしたよね、うん、どのキャラクターもね、そうなんですよね、うん、さあということでぜひですね、今日放送終わるまでに一人でも多くの方にドンブラさらに興味を持ってもらえるようにということで、順繰りにお話を伺っていきます、うん、改めましてゲストのガイガン山崎さん、高橋ひょうりさん、渡辺則明さんです、よろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします。それではここから渡辺さん、ひょうりさん、ガイガンさんの順番で自分の興味関心に引きつけてドンブラの魅力をプレゼンしていただきます。はい、ということでじゃあ行きましょうか、早速、まずは渡辺さんから行ってみましょうかね、はい、ドロッセルマイヤーズ渡辺則明さんから行ってみましょう、お願いします。はい、私はですね、そのドンブラザーズでなんかその紹介するときに結構軸になるなと思ったのは食べ物なんですよ実は。ほうほう、で、まあ、最終回あたりでも、まあ、とにかく後半ずっとおでんの話をしてたという印象がありますが、ずっとおでんの話してる、あのじゃあおでんの話というか、まあ、おでん屋の屋台にみんな集まる、大事なシーンはおでん屋でやるっていうのがあってですね、でそのおでんっていうのがでもこれ単にそのギミックとして出てるだけではなくって、うん、ドンブラザーズのすごい象徴的なアイテムだと僕は思っていて、なんでかというとそれがさっきの一つにならない戦隊というテーマにも関わってるんですけど、雑多なね、そうおでんって一個の料理だけど、はい、一個一個の素材は決して交わらないんですよ、うんうんうん、だカレーみたいに一体化することなく、その大根とかはんぺんとかそういうのが別々にあるじゃないですか、食べる時もそう別々に食べる、だけど
1個の出汁の中に入ってお互いに味を浸透させてるんですよ、うんうんうん、だから1個の料理ってある意味は全然あるんだけど、うんうんうん、個別性は完璧に保たれているという、うんうん、このおでんが多分ノンブラザーズそのものなんですよね、甘いこと言うね、いやでも本当にそうかも、うん、でしかもあのそれぞれのキャラクター基本漫画アイテムずつ食べてますもんね、そう、じゃあ意図してるんですか、そうで誰が何が好きとかっていうのがあってそれもすごく意味あると思っていて、これ井上先生絶対それ意図的ですよ、そうだと思います、絶対それこそゴレンジャーはカレーだもんね、そうゴレンジャーを象徴する食べ物はカレーだから、うん、そうでカレーって全部混然一体となってユナイトしてるということが、まあ、意味があるんですけど、それが従来の戦隊性だったってことですよね、そういうことです、ユナイトしてるっていうのは、うんうんうん、すごい攻めてますね、そうで何が好きかっていう話も桃井太郎は糸こんにゃくが好きなんですよね、うんうん、で糸こんにゃくってやっぱり複数のもの細いものがまとまって結んであるじゃないですか、うんうんうん、あ縁結び、そう縁っていうことを多分象徴してるんですよ、から縁ができたなって言葉よく聞きますけど、そうでそういう意味だとおにぎりというのも大事な食べ物なんですけど、うん、おにぎりもやっぱり握る結ぶというもので、はい、これもやっぱりそういう象徴で、おにぎりの話もなんか出てきますもんね、で実はですねドンブラザーズの第1話のファーストカットって何だったかもうみんな忘れてると思うんですけど、うん、あの桃井太郎が赤ん坊で桃に乗って流れてきて、うん、メカ桃みたいな、そうメカ桃みたいな、メカ桃から出てくる、そうでそれをねあの親代わりになるジンが拾うっていうところから始まるんですけど、うんうん、つまり赤ん坊のあの桃井太郎から始まって、うんうん、最終回では記憶を失っていくじゃないですか、うんうんうん、あれってやっぱり認知症を描いてると思っていて、あ、はいはい、なので赤ん坊から老人までを、まあ、その駆け足で描いてるんですよ、あでその一番最後 の, その、ところでおにぎりを2人でジンと一緒に食べるシーンがありますけど、うんうんまああれね、昔もその団地でねその、うん、あの太郎がジンのためにおにぎり作ってあげてたっていうエピソードがあったんですけど、うんうんうんはい、で最後の最後はお互いに握り合ったのをお互いに食べてうまいうまいって食べるんだけど、うんうん、途中で太郎はもう相手のことが誰だか分からなくなって、うん、あんた誰だってなって消えるじゃないですか、うんうん、で消えた時に残ったおにぎりのかけらを食いかけのねそうパクッとねそう、うん、ジンがねためらいなく食べるんですよ、まあそこがね、うん、あれすごいですよ ねあれは本当に、うん、その父親の仕草なんですよね、うんうんうん、親代わりってずっと言ってたのが本当に父親だったんだなっていうのが、うんまあ、セリフではなく伝わる そこまで実はそんなに描かれてないんですよね、うん、そうあの大人になってからの2人の親子の関係性っていうのを、うんうん、そこあのパクって食う瞬間にギョってそれを感じさせるっていう、うんうんうん、あれ名演出そこすごいですよね、うん、いやちょっともう聞いてるだけでまたもう見た泣きそうになっちゃったもんね、あとなんか食べ物でいうと僕もちょっと1個あって、うん、あのケーキもねすごい重要な存在として出てきて、うん、あの5話の時にあの偶然みんなが自分たちの正体知らないんだけど同じ場所に一緒になった時に、はい、誕生日会をやるっていうね、あの犬塚翼が今まで言われたことないっつって誕生日ね、それでそのいちごケーキ乗せてあげるっていう全く仲の他人なんだけど偶然同じ場所にいる人たちが誕生日祝い合うっていうシーンがあるんですけど、うんうん、あれもすごくねドンブラ的ですよね、確かに確かに、たまたまその袖すり合った縁があるだけっていう人たち同士で祝い合うんですよね、うん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 、いやそうかフード演出他にもねだってあの喫茶ドンブラではいろんなもの食べたりとかね、喫茶ドンブラの最後の方で太郎 の誕生日祝うじゃないですか、うんうん、であれも嘘の誕生日なんだけど、うんうん、その時にやっぱりケーキが出されて、うんうん、で太郎がその幸せを初めて実感しているというか、うんうん、でその太郎が、まあ、その幸せか、うん、幸せってものが何だか俺は分かんないって最初の頃言ってたんだけど、うんうん、で幸せというのは分かるようになったっていう話の中 で、うん、で何が幸せなのっていうので、まあ、太郎がさあ私たちと一緒にいるのが幸せなんでしょってまあ周りに言われたら、うんまあ、分かるそんなことあるかよっていうので、うん死んじゃうというギャグが、うん、あ嘘をつくと死ぬってやつですね、そうであ死んだっていうのでみんなでやったーってなるんですよ、これはギャグ演出なんだけど、でもやっぱりケーキっていうのがみんなのなんか幸せな一コマとして大事なところで出てきてて、うん、だけど気づいたんですけど見返してて、うんドンブラザーズはケーキ何回も出てくるのに食べるシーンほとんどないんですよ、うん、だから犬塚翼の最初の誕生日のところもその後すぐ警察が乗り込んできて食べれないし、でそこのところも、まあ、太郎が死んじゃうから、うんうん、それがオチになって食べれないし、うんうんまあ、途中であの猿ブラザーが、うんうん、ソノニーの気を引くためにショートケーキをあげようとしたら、うんうんまあ、突っ返されて顔にべちゃってされるとかがあるんですけど、うんうん、とにかくねケーキは出てくるけど食べれない、食べられない幸せなんだね、うん、そうだからすごく儚いものなんですよドンブラザーズにおけるその幸せっていうのだから幸せの象徴なんだけど本当にそれを手にするっていうのはちょっと手前で触れられないんですよ、それはない食べれることはないというそういう儚さが、でもそのケーキもおでんもおにぎりもその他者が強く介在してる食べ物ってことですよね、そうコミュニケーションになってるんですよね、会話する場でもあるし、うん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 、
だそれは本当にね、なんかそのドンブラザーズにおける人間観の象徴ですね、うん、どれもね。なんか聞けば聞くほど見事だね、うん、見事、本当に本当そうなんですよ。さすが、あの、おでん屋の、あの最終回のおでん屋のシーンって、うん、まあ、それこそ太郎がいろいろ忘れていく中で、うんうん、あの耳打ちされてね、その、うん、そのそのにで、そのこれなんか相手が誰だか分かんないから、うんうん、こいつは、あの漫画を描く人だよとか、うん、その俳句を読む人だよとか言われて、うん、その時にお前の句集が読みたいとか、うん、あの記事の強しその泣くなって強、うん、強しって名前の通り強く生きろとか言うじゃないですか、うんうんうん、太郎って嘘ついたら死ぬ人だから、うんうんうん、相手が誰だか分かってないはずなのに、はいはい、本当に相手にそういう気持ち持ってんですよ、あの時太郎は、うんうんうん、初対面のはずの人たちに、うんうん、これもやっぱりたまたまその袖すり合った人たちが、うん、お互いの関係性をこうやってこうなんか優しさを持ち合っていくっていう描写なんですよね、うんうんうん、はい、あそこも本当にいやそれをおでんに結実させるってすごいですよね、食べ物自体もそれの象徴だし、みんなでおでんを囲むってこと自体もそれの象徴になってるっていうね、すごいですよね。いやだから一つにはならないけど、一つにはならないけど、あの人で振り合った時はちょっとナイスに して世の中よくしようよっていうか、そうなんです。でその距離感が縁っていう形で表現されてるっていうことですよね。だからもう聞いてるだけで泣きそう、もう本当にありがとうございます、はい、渡辺のりあきさんのターンでございました。さあここでですね1個、ファンの方からいただいた、リサの方からいただいたメールをご紹介しましょう。はい、ラジオネーム転がるもぐらに贅肉はつかぬさんです。歌丸さん、うないさん、ドロッセルマイヤーズ、渡辺さん、アトロク特撮部の方々こんばんは。こんばんは。こんばんは。サイレントリスナーですが、ドンブラザーズ特集を盛り上げたくてメールしました。私は子供の頃に見て以来戦隊ものを見たことがありませんでしたが、映画好きの方が毎週感想を楽しそうにツイートするのを見て興味を持っていました。ある時夜眠らないことが増えてメンタルが弱ってしまい、何でもいいから楽しいものを見たいと1話目を見たら、うん、私が見てた戦隊ものと違う、続きはどうなるのと見続けているうちにドハマりしてしまいました。うん、はじめは視聴者側に近い目線で驚いたり困ったりと、感情表現豊かで思い切った変顔もするはるかの可愛さと、うん、森崎ウィンさんの歌う曲が特に好きでした。見ている間にドンブラザーズメンバー、そしてノートの人間関係にも夢中になりました。まさか自分が特撮を夢中になって見る日が来るとはと思いがけない驚きと喜びを与えてくれたのがドンブラザーズです。うん、打足ですがマッチングアプリでドンブラザーズが好きと書いて、それにいいねをくれた人とやり取りをしたら、井上俊樹特集の話をきっかけにどちらもアトロクリスナーであることが分かり、うん、より仲良くなりました。これも嬉しい。遠距離なので、うん、アトロクの話や映画同時鑑賞会をして今も楽しんでいます。ドンブラザーズのおかげで縁ができたので、これからも忘れられない作品です。まさにですね、作品が縁をつないでますよ、あの特集が。いやいやいや、そういうこといいじゃないの。よかったじゃない。いい特集でしたよ。すごいな、いい感想、素晴らしい。多様性を感じるな、世の中の。でもね、そのあのね、はるかあのもうあの、うん、表情が面白いっていうところ、あそこっていうのそのコミカルさっていうか、うん、あのメタな、はい、あの表情演技って、実はあれって、あの世界がもしかしたら漫画とリンクしてるかもしれないっていう二重構造になってたじゃないですか。最終的にそのカメラ目線とかすごく多いのも、実は漫画の主人公的な表現だったっていう、あのオチがついた時に、あの顔演技にめっちゃ意味あったんだっていうのは、結構しびれましたね、その、はいはい、そこのね、回収みたいな。最後の方もね、本当に、あの白子博さんの本当に、白子博さん力っていうのが、特に序盤はめちゃくちゃ引っ張ってたなっていうのは間違いないですね。さあということで、続きましてですね、この方にプレゼンしていただきたいと思います。高橋ひょうりさんです。はい、よろしくお願いします。高橋ひょうりさんターン、行ってみましょう。はい、僕がですねドンブラザーズでハマった理由はですね、なんか見覚えがある心地いい関係性というところでして、まあ、もちろん、ね、あのヒーロー番組っていう、こう構造へのこう反発というかね、反抗心みたいなこう井上さんの面白さも、まあ、このゼンカイザーブラック脚本仮説って僕持ってるんですけど、とかいろいろあるんですけど、ただ結局やっぱりキャラクターの関係性が好きだったっていうのが僕の中で一番大きくて、でまあその特撮っていうよりかはキャラクターだったんですよ、いい意味で悪い意味でも、はい、でそれはその関係性の温度感、で一体感って結構いろんな温度感あると思うんですよね。例えば体育会系の一体感もあると思うし、まあ、例えばベンチャー企業的一体感とかもあると思うんですけど、僕ねあのドンブラザーズはバンドだと思うんですよ。バンドっぽい、バンドの温度感、
だから俺はすごく心地いいんだと。あの当然ひよりさんね、あの終わりからもやってますし、僕もやっぱミュージシャンで、うん、バンドマンでやっぱりその一般的な社会性持ってないんですよ。だからその、その一般的な社会的な一体感っていうのが僕の中ではあまりない、うんうんうん、でもそんな僕でもあの人たちのその不完全な人間が偶然大きな船に乗り合わせた時に何かでっかいパワーを発揮するっていう、うんうん、あのバンドっぽさっていうのがやっぱ僕の中ではすごくこの番組の素敵なところだなと思っていて、うんうん、でなんかそのね、結局だから太郎っていうのは、はい、なんか作詞も作曲もしている、うんうん、ワンマンボーカリストなんですよね、うんうんうん、だからその本来は彼だけでも、はい、そのミュージシャンと成立しちゃうわけです、うん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 、でもそのバンドってやっぱり それじゃバンドじゃないじゃないですか、うんうん、どっかでそのマジックが発生したりとかお互いの何かこう足りないものを補い合った時に初めてバンドになるっていう、うん、だからなんかあれってその最終的にボーカルが交代する話じゃないですか。あ確かに2代目ボーカルにね、うん、太郎から二郎にボーカルが交代してもバンドが存続するぐらい、うん、ドンブラザーズってバンドになったんだっていう、うんうんうん、物語だと思ったらなんか僕的にはすごくこう自分に引き寄せて考えられる、はいはい、温度感だなと思って、そこはもうすごくあの個人的なです、ね、心地いい部分だったなというふうに思ってですよね、うん、さっきの渡辺さんが言ったね、一つにならない戦隊っていうのの、まあ、ある意味だからそれバンドっていう言い換えもできるっていうかね、そうだと思います。そういう面ってことですよね。だそれがなんか僕の中ではすごい、まあ、だから結構どのメンバーがどの楽器なんだろうなとかちょっと思いながらも見たりしてました、ね、あだ太郎は間違いなくボーカルじゃん。そうだね。でさ作詞作曲もしてるし印税も一番もらってますよ、うん、言ってみたら。だけどじゃあ鬼シスター誰なんだろうなみたいな、キーボードなのかベースなのかみたいな。でも一番客観的にある意味あの世界を見てる人じゃないですか、うんうんうん、記録者である。そしたらキーボーディストかな、アレンジャーだしとか、うんうんうん、いろいろそんなこと考えながらね見るっていう楽しみもあります。なんかバンドやる回があっても全然おかしくないもんね。本当そうですよね。そうね、ね、うん、そんぐらいの感じですよね。じゃあノートはだから別のバンドってことかね。そうだからやっぱライバルのビジュアル系バンドだよね。出てきますよね。最後対バンしたってことですか。そうで最後その対バンしてビジュアル系と普通のこうちょっと和風ロックバンドだから、うん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 、本来合わないはずなんだけど対バンしたら意気投合しちゃって一つのでかいバンドになりましたっていう。でちゃんと打ち上げもしてるしね。おでん屋で打ち上げもして、うん、だそこがねちょっと俺的にはビシッときたところですね。でまあそのメンバー同士ちょっとねちょっといい感じになっちゃったりも。いやそうなんですよ。でもボーカル同士が最初に多分仲良くなったんだね。そうね、要はねやってる音楽は違うけど、ね、お前結構やるじゃんっていうね、うん、対バンの良さですよね。なるほどね。だからそのある意味その敵対関係じゃないじゃないですか、ノートとドンブラザーズっていうのは、うん、もうまあ共通の敵がいて、まあ、それをまあお互い違う方法で倒してるっていう、うんまあ、そういう意味では本当にあの違う方法でいろんな音楽を志してるバンド同士っていう捉え方もできるなっていうのがあってですね、うんうんはいまあ、その辺は非常にだからやっぱこう僕にとってすごい良かったのはやっぱ不完全な人たちが、うん、その集まった時に、はい、別に完全になるわけじゃないんだけど、うんうん、それぞれの不完全さを何かこうそのままで、たださっき言ったおでんの話でやっぱすごく似てますよ、うんうんうん、っていうところがバンドの良さだと思うんですよ、はい、でこの番組聞いてる方もねその音楽好きの方結構多いと思うんですけど、はい、だからちょっと自分の好きなバンドとかに照らし合わせて考えてみたりしても気持ちいいかなみたいな。あ面白いありましたね。ねそしてその不完全になって確かにねもうね最後までみんなねなんていうか、まあそうなんですよ、自由のままですからね、うん、ダメなとこは本当にダメなままっていうかね。そうなんですよね、うん、でもそしたらさその太郎がいなくなったらやっぱり解散するはずなんですよ、うんうんうん、そういうバンドって、うんうん、もし本当のバンドなんだったら、はいはい、そうかそうか。でもあのグループってやっぱりそのまま継続するじゃないですか、うんうんうん、そこがやっぱり俺すごいあのバンドが継続するって面白いね。面白いなと思ったんですよね、うん、しかもみんなからシカトされ気味だったやつじゃん。そうなんですよ、真ん中について本当そう公認がねえ。だからちょっとキャプテン的なその代替わりイズムっていうかさ、うん、この2代目そうシーズン2ドンブラだってもう本当はちょっと見たいよっていうかね。いや本当そうですね。そうキャプテンで言えばもう五十嵐ぐらいなんていうか、うん、なんてかってやつですよあれは。本当に本当にでもね二郎も大変本当二郎こそ驚くの喜劇性っていうか、うん、本当そうですよ。考えられないぐらいかわいそうな人だったから考えられないかわいそうってか誰も考えてなかったですよね作り手も絶対そうだよ。あそうかそうか後からねやっぱ、まあね、てかそのいろんなその見立てあると思うんですけど、うんうん、全部が全部最初から仕込んだことじゃなくて途中で誰かが気づくとか、うんうん、その見立てられるようになっていったとかそれが1年の面白さだと思うんですよね。多分意味のない要素が意味を持ち始める、うん、井上さんもそのあと演者の方の個性とかに合わせてどん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 変えてきますもんね、うん、あの犬塚翼さんって完全にそうらしいじゃないですか。そうですね。最初はもっとクールなキャラだったはずが、うんうん、なんというか本人のねやっぱりその可愛らしい感じっていうのを生かしてってことですよね。引っ張られていって、うん、天然っていうああいう変なやつになっていったもっとクールな一匹狼のキャラな感じで出てきましたからね最初はねねえそういうことか。でもとにかくひょうりさんのこのバンドマン説めちゃくちゃ面白いし、うんうん、これも納得ですね。歌丸さんの分かってもらえるんじゃないかと、うん、音楽的なところでね、はい、なんかそのなんていうの単なる仲良しこういう人も違うし。そうなんですよ。やっぱバンドってちょっと特殊な集合体じゃないですか、うんはい、なんか不思議な集合体で別にまあ
それこそ井上陽水の歌詞で、あのすごいいい歌詞があって、うん、俺はエレキギターもベースも好きだけど毎晩一緒に寝るわけじゃないっていう歌詞があるんですよ、うん、バンドってそうじゃないですか、ずっと一緒にいるわけじゃなくって、うんうん、でも何かを目指してる時だけ、はい、何かを一緒になってすごい力が出るっていう、うんうん、それがね、なんかね、もちろん戦隊って基本的にはそうだと思うんだけど、もっとやっぱ一体感が強いと思うんですよね、うんうんうん、そういう意味ではちょっと体育会的な一体感っていうのもあると思うんですけど、うんうん、部活感があるね。そうそうそう、いつもの戦隊の方がどっちかっていうとね、やっぱそこはね、うんうん、やっぱその部活に行かずちょっと軽音室の隅っこでバンドやってるやつらみたいな感じの心地よさが俺にはありました、うんうんうん、だってドンブラ喫茶ドンブラでしか多分集まってないもんね、あとそのそうそうそう、あの会話さ、あの共通の話題ねえべお前らみたいな、やっぱリハ後だけみたいなね、うん、リハ後 あのスタジオのロビーだけ一緒にコーヒーを飲むみたいな感じですよねそうね、すごいいいんですよ、ね、プールに行った時お前ら一緒に遊びに行ったりするんだって思ったの確かにで、あそこにナチュラルにジローが省かれてる、ジロー省かれてるんだ、すごいあそこの切なさね、めちゃめちゃあるんですけど、太郎も最終回までももう全然バランス良くなってないですからね、うん、全然ね、そうですね、実はあの最終回のラストバトルってみんなで名乗りを上げた後、うん、太郎一人だけで倒すんですよ、うんうんうん、だからなんか全然もうスタンドプレーは最後までそうなんだけど、でもなんかそれでいいっていう考え方ですもんね、最後もうね、その、うん、あのバンドのソロだけが目立つあのバラードであの終わったみたいなね、最後歌い上げてねだってみんなでせっかく名乗ったのに合体技じゃないんだもんね、うん、剣とかバズーカ使えよっていう一人でやるっていうね、でもほら引退興行だから、そうなんだ、そこはやっぱみんな花を持たせる、そこに花を持たせるってことだね、そういうことよ、うん、まずじゃあゼンカイザーブラックはやっぱり、まあ、レコード会社の偉い人なのかなとかね、ねえ、いろいろ考えちゃいました、もともとバンドやってたんだよね、そうすると夏美穂問題もやっぱりこう音楽ばっかに身を注げてて将来性のないベーシストよりも仕事しながら音楽やってるキーボーディストに乗り換えたのかなとか、まあいろいろね確かに考えちゃいましたよそれは現実的なこともね、なんか見覚えあるぞっていうね感じで、ということでバンドマン説、ノートとバンドマンの関連性ということで、はい、表示さんに伺いました、メール1個ご紹介しましょう、はい、ラジオネーム下手のパンダさんです。それまで見ていた戦隊が最終回を迎えてしんみりした気分になっても、いつもは新戦隊が始まれば気持ちが切り替わるんですが、今回は最終回の余韻が尾を引いてしまって、録画した最終回を何度も見返しています。とにかく戦隊でこんなに先の読めないドキドキする最終回は初めてでした。悪のラスボスを倒して平和が戻ってめでたしめでたしといった定番の完全懲悪エンディングももちろんカタルシスがあっていいと思います。しかしドンブラザーズの最終回は簡単には割り切れない深いドラマ性を感じさせて、くれましたと、個人的にはいわゆる夏美穂問題にどんな決着がつくのか心配でならなかったのであのような結末になって本当にほっとしました。例の記事の奥さんの話ね、はい、特にラスト翼と手を取り合って逃げるソノニの幸せそうな表情、そして遥の受賞式で壇上に上がるときソノニの手を取って上がる翼の優しさには胸をぐっと掴まれましたスタート当初は無表情無感情だったのに、翼と出会ったことによって徐々に人間らしくなっていくソノニを演じた宮崎亜美さんには心から亜美さんには心から拍手を送りたいです。他にも、触れたいところが山ほどあって書ききれません。なんなら前後編でやってもいいんじゃないかぐらいの密度の濃い本当にいい最終回でしたし、また第1話から通して見直したくなりました。まだまだしばらくこの余韻からは逃れられそうにもありませんと。ありがとうございます。いい最終回でしたよね。ねえ、あのやっぱそのなんかこうなんていうの、辻褄合わせよりも、うん、登場人物たちの人生とかを感じさせる方を取るっていうか、うん、すごい井上さんイズムだなと思ったんですよね。だから前回ザブラックの正体はどうでもいいんですまあまあなんかふわっとね、あれこういうことかなって解釈できるような書き方してましたけど、そういうことじゃないんだよねっていう、だからそういうことじゃないんだよねってこっち側が思えるように話を作っていったっていうのが、うん、それだけちゃんとキャラクターをね魅力的に描けているっていうね、はい、うん、これはねその四角関係の果てにね、そのソノニっていうのは本当にこの宮崎亜美さん、はい、すごいねクールな、ここそう、俺今回この話いいだなって思ってるぐらいで、うんうんうん、すごいいいですよねこれはね、うん、彼女がどんどん、まあ、恋を知ったことで、うんうん、どんどんまあ本当に心開いてって、 で、まあ、でも基本的にはめちゃくちゃ片思いなんですよ、はい、なんだけど、うん、まあいろいろあって、うん、翼もいいやつだからね、幸せになるといいね。最後あの時ね、あの翼が手を取って壇上に上がるんですよね、うんうん、あの発表会の時に、うんうん、あそこでまあちょ結構いい関係になってんのかなみたいな感じもちょっと泣けますよね、うんうん、あそこ、はい、なんかお互いにね、あのソノニがあの黒いアイテムを身につけてて、うん、翼もちょっと白いアイテムを身につけてるんですよね。あ、細かいとこ見てんな。発表会の授賞式の時に長谷川さんが激うなずきしてなるほど、いやースタイリングもねちゃんとそういう感じでね演出になってる。
さあということで、続きまして外岸さんパート行ってみましょうか。外岸山崎さん行ってみましょう。結局またいつものやつにやられたっていうのが今回の僕の1年の何目線で総指揮目線で、いやいやいや、僕視聴者としてね、いつものやつにやられて、いつものっていうのはどういうことかっていうと、まあ、さっきも出てきた夏美穂問題、記事のが溺愛する奥さんの美穂、何者かに連れ去られてしまった犬塚の恋人の夏美、この夏美と美穂がどういうことか、瓜二つ、同一人物なのか双子なのかクローンなのか、それもチェンジリング的なもんなのかみたいな、この二人はなんで似てるのっていうのも割と最初の引っ張りの縦軸のストーリーの一つだったと思うんですよ。で一方、人間の愛情に興味を持つソノニ、っていうのはその恋人のために何もかも投げ捨てて生きてるその犬塚にちょっと興味を、持つ、でだんだんその彼に惹かれていくっていうのは、まあこれが縦軸な序盤の縦軸ストーリーのだと思うの一つだと思うんですけど、僕の正直な自分のこう印象としては、いつものやつじゃん、いつものやつ、いつもの井上俊樹じゃん、あでいつもの変な三角関係じゃんあで思って、正直全然こう興味を引かれないパートだったんですよ、僕にとって。井上俊樹さんは割とそういうの、まあ、ジェットマンとかもそうだけど、すれ違いとかね、ああいうの書くじゃないですか、で、まあ、もっと怪人出せとまではもう言わないです、僕も大人になったんであのロボ出せとか言わないんです、もう井上さん決まった時点で、だけどこの時点ではまだ太郎とか遥かの方が面白いなって思ったし、あるいはその猿原のこう、ありとあらゆる因縁に関係してない彼だけライバルとか一切いないっていう、ね、最後までひょうひょうとしたまま終わったね、彼だけ縦軸のストーリーがない、一年を通したストーリーがないっていうあたりも、俺こいつ好きだなみたいな、良かったすごい良かった、惹かれてる部分があったんだけど、結局その最終回まで見た時に何に見てたっていうと、結局この夏美をその2のところに、ちょっと俺引き込まれてしまって、やっぱ面白いな井上先生っていう風な感じになっちゃって、これから本当に最終回の話ばっかするんで、まだ途中にしか見てない人は何分か耳もぎ取っておいてほしいんだけど、結局この美穂っていうのは、夏美のコピーみたいなもので、夏美の願望をトレースするように、生きてた人間から生きてたっぽいことが明らかになるんですよね、夏美はしがない劇団員だっだけど、まあ、知らないかどうか分からないけど、できないんだったけど、本当は美容師になりたいと思ったのみたいなセリフがあって、で実際美穂は美容師やってて、ってことは この人犬塚と付き合ってるけど、まあ、それこそさっき行列君が言ったように、あ劇団員とイケメンの劇団員と付き合うよりも多少情けなくてもちゃんとサラリー持って帰ってくる、自分を崇拝してくれる男と付き合ってる方がいいって、そういう生活にも憧れてたんじゃないの、すごい現実的な話だったそこのこの美穂ちゃん夏美っていうのが、その天使じゃなくてすげえ打算的っちゃ打算的だし、そうね、だからね、このメールとかだと結構やっぱりこうすごくポジティブに、すごい夢が叶ってよかったねっていう考え方で取ってる方もいれば、ちょっとこれ意外と現実的で、切ない話なんじゃないのとってる人もいますよね、多分そうなんですよ。で結局美穂は死んじゃって夏美は戻ってくるんだけど、ようやくその夏美と犬塚は出会えたのに、あのすぐ2人はうまくいかなくなっちゃうじゃないですか、で結局あの夏美は記事のについてて、記事の美穂として生きてた時の記憶を夢の中で見てたから、気持ち的には犬塚とは何年も離れてたけど、あの記事のとはずっと一緒に過ごしてたですね、夏美にとっては、だ結局どんなに惹かれ合ってても、物理的な距離が空くと心って離れるよねっていう、すごいドライな、まあね、ところがそのやっぱりその幻想、どっちかといえばそのずっと我々は記事のがその美穂ちゃんという幻想を見てるんだと思ってたけど、そう幻想に恋してたのは犬塚の方で、そうなんですよ、なるほどっていうふうに俺は思いました、そうなんですよね。で昼が入って考えてみると、犬塚って一見かっこいいけどなんか重いっていうか、非常に一方的、自己完結してるんですよ、彼の愛情って、だから、独りよがりで、だから、なんていうか、愛は光だ、光がなければ、人は一歩も歩けないみたいな、キモかっこいいことをよく言ってて、これ、これお互いに燃え上がってる時がいいと思うんですよ。だから夏美もなんか犬塚がかっこつけたこと言うと、などと申しておりって茶化して、その時は楽しい楽しいって、確かにあれはちょっと付き合ってあげてる感がありますよね、付き合ってあげてるんですよね、茶化してバランス取ってたんだけど、た
多分ずっと会ってないうちに久々に会ったら、あ、こいつ無理ってなっちゃったんですよ。いや本当だよ。おまけに警察に追われてるし、警察に追われてるし、警察に追われてるし、30億どころじゃないからね。そう、劇団員の逃亡犯なのみたいな。劇団員バンドマンで30億か言いますけど、そう、それ以上60億ぐらい抱えてるから、ね、犯罪者っていう指名手配犯は相当だよこれ。そう、でも恋に目覚めたばかりのソロにはなんて優しい男なんだって犬塚ってちょうどいい夢見心地感なんだよ2人は。あ、よかったよかった。そういう意味では幸せだな。だから恋に恋してるぐらいはちょその彼のロマンチックな感じは、でも本当にソーリーが最後までその夢見心地を保てるのかっていうことだよね。最後の最終回の時点ではソノイと犬塚はなんかくっついたような、まあ、2人で仲良く楽しそうに、うん、あのルパーンみたいな感じでこう逃げていく逃亡劇ですよ。だけどソロニーがまだあの子は恋愛に恋に目覚めて恋に恋してて初めて女の男と付き合ったばっかだから10代前半ぐらいの気持ち。そうだけど女の成長早いからあの1年ぐらい経っちゃったらあのそれなりに物見えてくると思うんですよ。いいですねその感性の読み方。説明の仕方がちょっといやでもねそれは結構リアルであると思う。女の子は劇団員だから多分しかも犬塚は成長しないからこれからも劇団員だから劇団員とバンドがずっと劇団員は分かんないけど夢を追ってるからねやっぱりまだそんなにこうそうすごい魅力的なんだけど現金目覚めてしまった時にいやこのなんていうのそれこそまだ分かんないですよこの展開は。でもドンブラザーズあキングオージャー VS ドンブラザーズみたいなものが作られて1年後とかになったら、うん、あいつらもう切れてんじゃねえかなって見たくないそれそれはだってねやっぱ井上俊樹脚本において、うんまあ、やっぱその犬塚翼の本来の孤独な一匹狼放浪の、うんうん、で絶対にその女の人には基本的にモテても、うん、絶対に孤独になるしそうなんです絶対に不幸になるっていうそういう人じゃない。そうなんですよ長続きするわけないんですよ、うんうん、だあの死んでるかもしれないし、ね、そのにはもしくはねあのギルスだよねだからギルスだよね付き合った女全員死ぬっていう、うんうんうん、ギルス現象が起きるか、うん、別れててあれお前ら二人通したのなんかよそよそしいけどみたいなことになってるかもしれないし、まあ、でもね それをきっかけに犬塚がもう一個成長する可能性もあるから、ね、あるある犬塚 あれお前なんでネクタイ締めてるみたいなそういう成長就職しちゃったすっげえつまんない男になってる可能性もあるすごいすごい。あの一方で僕最終回のキジノの、うん、あの気持ちもちょっと想像したいんですけど、あのキジノってあの最後のなんか本当に一瞬 の, あ の, プロロあのエピローグのところでしか出ないですけど、うん、あのその夏美がねあの来てくれた時にあの自分の持ってた荷物を落とすじゃないですか、うんうん、であの時ガシャンって言うんですけど、うん、そのガシャンって言ったのはあの美穂との結婚写真 の,、うん、あのガラスが割れた音なんですよ、うんうん、おそらくね、うんうんうん、だから実はキジノは夏美が来てくれた時に、うん、美穂が戻ってきたとは思ってなくって、うんうん、美穂ではない夏美とのこれからの生活を多分彼は始めようとしているから、だから彼もその意味では美穂ちゃん幻想っていうか、うん、やっぱ美穂ちゃんという幻想にもう完全に飲み込まれてる人だったから、うんうん、そういう意味ではちゃんとリアルに目の前にいるこの人と の, その未来ってことだと思います。だから美穂はちゃんと卒業してると思うキジノは、うんうんうん、キジノあれじゃキジノは成長した、うん、その音の演出すごいね、うん、やっぱ社会性なんだよやっぱサラリーマンになってるし、そう偏見がさ、さっきからさいろんな人に対する偏見がちょっとでもフリーランスゆえにフリーランスに厳しいっていう、まあ、でもそこはほらそれぞれが違うドンブラザーの良さですからそれがねいろんな生き方があるから、ね、むちゃくちゃなんだけどその人間とか男女の機微みたいなところは、うんすげえリアルっていうかドライな視点で描かれていくってところがめちゃくちゃ面白い。そこはファンタジーじゃねえんだって、うんうんうん、ファンタジーの部分結構雑なのにみたいなこの感じがあまた井上俊樹校長の得意技にやられてしまったっていうそうかそれが結局またいつものやつにやられてしまったいつものやつにやられちゃったってあなんかもっと怪人とかロボ出てこなくてつまんねって言いたいのに面白いじゃんっていうね、一番興味がないはずの恋愛パートに意外と夢中になってしまったっていうことね。悔しいよねいやそれはでも僕だってさ例えばそのジェットマンのああいう秘伝みたいな三角形みたいな、はいうん、あの普通にそれだけ取り出したら全然興味ないよそんなの。そうなんだけどやっぱ本当に手だれの技っていうか井上さんの、うん、あの、うん、あのすごいんだよやっぱり。そうなんですよ ねあそこになんかロボットとか関わっていくことによってドラマチックにこっちが引き込まれていってしまうっていうね、うん
じゃあこれからのでもソノニと2人の関係がどうなるかちょっと、ね、いや期待ですね。むちゃくちゃになってほしいわあいつら。でもいや見事な読み解きでございました。外科の山崎さんでございます。結局またいつものやつやられてしまったという、はい、ということでまたもう一個メールご紹介しましょう。はい、ラジオネーム板さんさんからいただきました。アバタロー戦隊ドンブラザーズ、福祉に携わる臨床心理士として非常に感銘を受けましたし、勇気づけられた作品でした。多くの男児向けのヒーローが悪の根源を排除することで社会の安定を目指します。正常と異常を分け病気の原因を取り除くという発想はいわば医療型ヒーローです。対してドンブラザーズは心が暴走して社会にいられなくなった人をなだめ、再び社会の中で生きられるようにすることを主な機能としています、うんうん、怪人イコール心の問題を抱えた人がその問題を抱えたまま生活することを助けるという発想はいわば福祉型ヒーローといえ、男児向けのヒーローでは得意な存在だと思われます。面白い。ちなみにプリキュアなどではよく見られるケースかもしれません、うんうん、その結果として一度一月となった人が累犯を重ね、最もそれを繰り返した一人がヒーロー陣営にいるキジノであることは非常に示唆的です、うん、なんなら揺るがぬ正しさの権化として君臨する桃井太郎も無神経な正論で人のコンプレックスを刺激しては一月を何人も生み出しており、基準を決めて人を裁いたり区分けすることが異常を生み出すという社会の構造を示していると思います。冷静に言われるとすごいことだな。本当そうだね。対人、援助の世界では支援者と非支援者は表裏一体で、その境界はとても微妙なものです。かつて心に傷を負った人が支援者に回ることが多く、非支援者側も実はケアを受けることを常に必要としています、うん、それゆえドンブラザーズに入ってよかったのかと問われたキジノが返す言葉は非常に胸を打つものでした、うん、正しくなさを抱えたまま利他的な行動をすることで脆弱な自分を支え、社会の中で居場所を得てなんとか生きられている、そんな人は実は社会の中にたくさんいる当たり前のことなのだと言ってくれているように感じました。自分が臨床をやっていく上でとても重要な指針を示してくれてありがとうドンブラザーズ。はあ、これすごい、すごいですね。なるほど、なるほどですね。福祉型ヒーローね、あんまいないよね、うん、マシンマンぐらいだね。いやマシンマンは強制だろ、ね、あれこそ一番悪質な強制だよ、うん、でもなんかね太郎のこともこんな冷静に言われるととんでもなくやばいやつのような感じがね。主人公のこの桃井太郎って人は結構何でもできる、うんうん、人なんだけど、はい、同時にその正しささっき言って嘘ついたら死んじゃうみたいな人で、なのでそれを押し付けるキャラでもある。基本的に子供の時とかもう 彼を団地から追い出す排斥運動が起きたりとかとんだ嫌われ者だったりもするわけですよ。正論ばかりが何もかも正しいわけじゃないみたいな、その社会のバランスみたいな、うん、そうとかね。例えば人がせっかく作ってくれたご飯食べて25点みたいなこと言うんですよ、うん、あ正直やっていうか何歳に見えるとかね。そうそう、これ嘘で100点って言ったら死んじゃうんだよ、うん、まあ死ぬのが怖いから言ってるわけじゃないですけどねあいつは正直なだけで本当に、うん、いやだからすごい素晴らしいですね、こういう読み、うん、なんかいろんな人の感想、なんかいろんな人の感想のたびになんか あその魅力も確かにって出てくるところが、うん、なんか、ね、本当各々のフィールドにこう寄せて考えることができる作品なんだなって、あ、これを見てね、そうだしね、すごく思いましたね。確かにそうだね。ということでですね、最後にやはりですねエンディングテーマ、私やっぱりこの音楽が本当に好きで、それもすごくハマった、うんうん、原因の一つなんですが、オープニングのね、我こそオンリーワンは先ほど6時台にかけましたが、うん、それに輪をかけてかっこいい、最初に第1回でこれ聴いた時にうわなんてかっこいい曲なんだ、うん、思いました。聴いてください。ドンブルドンブラザーズ、森崎ウィンさんです。ドンブラコドンブラコドンドン揺らる揺れて目指すはドンブラハッピーエンド。知ってたこの心ウキウキ暴れさせて、冒険はいつだってワンダフル、繋がってくエンドエン、出会いは少しトリッキー、打ち解けりゃ鬼も笑う、見える景色がちょっとずつ違う、皆様のお手を拝借。Yeah, me.
も未来もいつもどんな時もどんぶらこどんぶらこどんどん揺られ揺れて待てる明日はどんなハッピーエンド笑っても泣いても同じ一度の人生なら迷わず服を選びたいどこか強すぎる、ドンブードンブラザーズ森崎ウィンさん、エンディングテーマでございました。はいということでね、もう今もう、ね、曖昧もずっとねうないさん相手にあのね猿原は何なんだみたいなねそう人物相関図見ててみんなそれぞれすごいなドラマあるなって思ったんだけど、うん、猿はじゃあ猿原は猿でいいんですよ。猿はずっとある意味ひょうひょうと傍観者としてそこにいて、そのでも彼のやっぱそこにいるからなんかホッとするっていうか、あと最後に読んだ俳句ちょっと良かったじゃないですか、うん、あいつ俳句の腕が上がったってことなのか、井上さんが毎回考えて大変だったし、ねマフラーをポンって投げて終わり方も素敵でした。本当にいらないキャラクターがいないんですよね。みんな好き、このキャラ好きっていう、本当になんかこれ以降いろんな作品出演してくるじゃないですか俳優の皆さん、うんうん、それを応援したくなりそう。本当にそうなんだよ、これはさすがに日朝なんですな。本当に志田さんとかねこれからどうなっていくのかね、大女優になってほしいですよね、うん、本当いや彼女は素晴らしいと思います。ぜひちょっと1話だけねちょっと見ていただいて、うんうん、まあちょっとめちゃくちゃなことやってるんだよ今日俺らがその最終回を前提にさもう泣きそうだとか言ってるけど、うん、1話見てこれどうやって泣くんだよみたいなここからどうしてその話になるのって思うかもしれないけどね、素晴らしいと思いますので、ちょっと1回見てみてください。 Amazon プライムなどで見られますアバタロード戦隊ドンブラザーズ、お疲れ様でした。ありがとうございました、さあというところで、先週の日曜から1回目が始まりました。それの後番組、金庫者、ちょっとこの話もしておきたいと思います、はい、渡辺さんもよろしくお願いします、はい、さてじゃあ順番聞いてみましょう。1回目皆さんご覧になりましたね。もちろん見ました、はい、まずじゃあガイドンさん、なんかもうちょっと僕はこういう挑戦的な作品って毎年ある、あの何年かに1回あるんですね、うん、ドンブラザーズみたいな、はい、でそういう場合次の年は王道というか揺り戻しがあるもんなんですけど、まあ、確かに若干戻ってんだけど、やっぱ相変わらずなんか変ですよね。いやすごい変わってるでしょ。変わってるね。あのさ全部フィクションなの、要するにファンタジー世界、うん、現実の日本社会じゃなくて、うん、ってこんなのあんまないですよ。ちょっと前キューレンジャーがね宇宙で始まるっていうのは一応あったんですけど、でも確かに完全な異世界ですからね。ちょっとこう進撃の巨人風なとこもあるし、うん、みたいなね。だみんないつ日本に来るのかあの楽しみに待ってるんじゃないですか、まあ、いつこのコンセプトが打ち砕かれてダンバインみたいに出てくるんですか。いやいつもの大泉やんっていうところに移動するのはいつなんだみたいなね。だって岩場出てきそうもないもんね今のところね。まず岩船は出てこなそうですもんね、うんうん、でも出てくるんじゃないですか、はい、それも楽しみですね。埼玉スーパーアリーナが出てきそうだからちょっと安心しましたけど ね、なんか未来都市みたいなところはちょっと一応ね現代の日本の風景っぽいんだっていう、じゃあ表裏さんいかがでしたか。いやでもやっぱあれだけねカオスなことやった後は作り込みでいくんだなっていうところにやっぱこう違う球を投げてくるっていうところにやっぱね、はい、僕はやっぱり戦隊毎回毎回絶対見てるっていうわけじゃないんですけど、やっぱドンブラの影響でやっぱ見るじゃないですか、そうするとまあ当然比べますよね、それでもやっぱりこんだけの作り込みで来るんだと思ったらやっぱちょっと見ずにはいられない1話だったなっていう感じはあります、ね、あのさ CG だけじゃなくてちょっとミニチュアを使ってるじゃない。あ、てかあっちの方がびっくりですね、こんながっつり1回しか使わないようなセット組むんだみたいな、ね、すごかったよね、俺そこがびっくりとか特撮としてちょっと手がかかってる、そうですね。だからそこがまたドンブラっていうかドンブラ僕の中でいい意味でも悪い意味でも特撮がそこまでこ うメインじゃなくて投げてる全く悪い意味じゃない。投げてるあれもね、そこはまた違う方向性のものっていうのを投げてきたっていうのはね、振り幅があってめちゃくちゃいいですよね、はい、さあ渡辺さんいかがでしょうか。僕はですねあのやっぱドンブラザーズがロボが不要な戦隊に最終的にはなったんだけど、キングオージャーはやっぱりタイトルがロボットの名前だったんですよね、やっぱ第一話見たら、であの5つの国の王様が会議をして全員承認のもとじゃないとそのキングオージャーは起動できないってなったんですけど、あれってやっぱ国連のメタファーだったなと思って、だからその常任理事国の1カ国が拒否すると動かせないっていう戦力なんですけど、でそれに対してその主人公はなんかそのプロセスを無視して民衆のためといって
して、うん、その武力を起動させるわけなんですよ、うんうん、だからなんか、まあ、あのレッドって実はすごく危うい存在で、うんうんうん、まあ、ある意味その現実における悪者っていうか暴力振る国家っていうのはそういう、はいはい、その民衆のためって言って暴力振るわけじゃないです か、はい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 、だか結構やばいなこの主人公と思って見てるんで、ダークの主人公ですよね、これが今後どうなっていくかっていうことですよね。ある種いきなり最初に闇落ちじゃないけど、うんうん、闇から来るじゃないけど、ダークサイドからね来ますもんね。そう、うんうん、結構でもやっぱりほらドンブラ、まあ、前回じゃも含めてこう変わり種のやつの後はあのいわゆる超王道が来ると言われていたじゃないですか、うん、タイムレンジャーの後のガオレンジャーみたいな、そういう意味ではどうなの、うん、やっぱり超王道ってほどではないっていう、ないない、別の向きで裏返してるって感じですよねなんかもうここのところずっと変化球だから、多分3連続変化球来たってこと、うん、そうだからやっぱキラメージャーが超王道王道の最もう大正解を投げた後にもう変化球しか投げてないよね先輩はね、まあ、ちょっとねまだ1回目なんでここからどうなっていくか、ね、あの作り込みをね50はやれるのかっていうところはちょっと注目ですけど ね、まあ、でもあのバーチャルセットなんで、うん、まあ、あの見た目の派手さのあれにはもちろん初期投資はしてるけど、うんうん、あのロケコストは逆に下がると思うので、あ、なるほどね、うん、さあということで、まあどん、キングオージャーにもちょっとね注目という中で、最後にお三方からお知らせごと伺いたいと思います。じゃあガイガンさん。そうですね、僕、あれ僕とひょうりくんと、ユーマ研究家で作家の中澤武さんの3人でいつもやってるトークイベント、はい、未確認社会性物体というイベントがあるんですが、それが3月27日月曜日、ネイキッドロフト横浜でやります。夜の19時半開始って感じで、うん、あの、まあ、先ほども我々がね、こう劇団員はどうこうって言ってましたけど、まあ、劇団員に勝るとも劣らない社会性のない連中が3人揃って。ライター、バンドマン、そして、ユーマ研究家っていう。もう終わってる来ただけっていう。まあまあまあ、でもこういうワイワイした感じでやりますから、うん、もしそれがね、好きな方はぜひ。はい。ひょうりさんは？はい。あの、実はこれもですね、ガイヤマと一緒にやってることなんですが、今発売中のモノマガジンがですね、うん、大怪獣超特集号というのが出てまして、うんうん、その中で、まあ、ちょっと勝手ですけど、アトロック特撮部って書いてあるよね、多分あれ書いてる、ありがとうございます。リードにアトロ、うんうん、おなじみアトロック特撮部の2人がみたいな、おなじみのって書いていただいてるんですけど、うんうん、あの2人であのウルトラマンの、うん、昭和ウルトラマンの、ベスト格闘シーンっていうのをです、ね、対談が掲載されてます、はい、他にも僕、樋口真嗣監督のインタビューとかもやってますので、うん、ぜひあのモノマガジン書店で見かけたらチェックしてください、はい、そして渡辺さん、はい、Spotify でドロッセルマイヤーズラジオっていうポッドキャストをやってるんですけど、これがちょうど今週で1周年を迎えまして、うん、で今日公開した回でなんかこう1周年の振り返りみたいな、なんか1年分のフューチャー&パストみたいなことやってるんで、うん、ぜひ初めて聞いてみる方も、うん、あの今回から聞いてみるのもおすすめです、うん、ありがとうございます。ということで、あと特撮部そして渡辺さんからお送りしたドンブラザーズ大感謝祭でした。ありがとうございました。海外山崎さん、高橋織さん、渡辺さん、ありがとうございます。こんばんは、金曜パートナー TBS アナウンサー山本貴明です。 TBS ラジオでは特別番組を放送しているため、ここからは全国の放送局に向けて1時間お送りしていきます。今夜はこの方も最後まで一緒の日です。名乗っていいんだな、名乗っていいんだな、やーやーやー、パーソナリティのライムスター歌丸だ。お供しますね、やりたい放題やりたい放題。もうみんな1時間休み挟んでるからもうなんだか分かんなくなってなんでしょうねこの感じ、うん、あ、歌丸です、よろしくお願いします。歌丸さんお願いします。そしてこの時間、はい、ゲストは映像コレクターでビデオ考古学者のコンバットレックさんです。はい、どうもこんばんは。シカゴミュージックハウスラバー、はい、はい、そういう服を着てる。木曜パートナーうないりさです。3月9日木曜日振り返ります。ドンブラザーズ大感謝デーということで、6時台8時台いろいろな方々が登場し、それぞれドンブラザーズへの愛を語り明かしておりました。まず6時台カルチャートークは、歌丸さんの縁でドンブラザーズを見ることとなった特撮素人の番組スタッフ、火曜ディレクターの森安さんと水曜ディレクターの長谷川さんが登場。お二人とも登場した際はですね、声が小さめだったんですが、ドンブラザーズの音楽が流れた途端急に椅子から立ち上がって踊り出して、そこからね語り出すと本当に声も大きくなって早口になって、
お二人の愛がとにかく伝わってきました。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーはアトロク特撮部とドロッセルマイヤーズがスーパー合体、ドンブラザーズを語り尽くそう特集ということで、暴力系エンタメ専門ライターガイガン山崎さんとロックバンド終わりからと科学特捜隊のボーカル高橋ひょうりさんによるアトロク特撮部とドロッセルマイヤーズ代表合体変形玩具を愛する男渡辺則明さん3人が揃い、ドンブラザーズへの思いを語るということで、もういいでしょう、もうこの3人が揃ったらとにかくすごい回になることは皆さんもお分かりでしょう。ただですね、かなり最終回の展開にも触れております。ネタバレ全開でございます。これからドンブラザーズを見るという方はまだこの特集は撮っておいた方がいいかな。ただですね、ドンブラザーズを見たという方はもううなずきながら共感しながら聞くこと間違いないと思いますので、ぜひぜひこの特集ドンブラ好き絶対に聞いていただきたいなと思いました。以上木曜日でした。はい、すみません。はい、もうこの日はね、はい、アバタロー戦隊ドンブラザーズね、ぶち抜きでございました。はい、メール来てますか。メール来てます。はい、ラジオネーム電線マンさんです。ドンブラザーズの放送最高でした。最高すぎてすいません、気持ちが溢れてしまい、およそ10年ぶりにメールさせていただきます。私は子供時代にジェットマンに夢中になって以来、うん、特に戦隊ものに興味がない男でしたが、4歳になる子供の影響でドンブラザーズに、今年激ハマりしました。くしくもだね、これはすごいね。また歌丸さんのラジオは大学時代からタマフルファン、というかもともとライムスターのファンでしたので、うん、今回の放送は大好きなもの山盛りの回で、うん、失神しそうになりながら聞いておりましたと。ドンブラザーズの詳細な感想は放送でお話しいただいており、私風情が何か書くことはありませんが、そう言いながら一つだけ書かせていただくと、うん、個人的には次郎の幼児性、凶暴性、悲劇性、そしてそこからの成長は親になった自分にとって昔の自分と今の自分、また息子の今後を考えさせられ、感慨深かったです。何よりとにかく大好きな歌丸さんのラジオで大好きなドンブラザーズのお話が聞けて最高でしたということです。10年ぶりってことは前の番組にメール送ってたってことですね。そうだね、だし、ジェットマン以来ハマりました、井上俊樹脚本でぐるっと回って、あなたと近いですくしくもですな。いやまあこれ8時代のお三方はもうさすがという感じで、まあ、僕なんかはだから森保長谷川側に近いかもしれない、ね、全然まあね、でもねあれも良かったですよ。いや、うん、もう本当にね8時代はすごかったですね。まず渡辺さんの食べ物がメタファーだなんて俺見てて全然考えないです、うん、おでんね感心しちゃった ね、はあ、ねとケーキの話おにぎりね、うん、とか泣きそうになっちゃったな、うん、これはさすがでございます、ね、うん、細かいで高橋織さんのねこれバンドなんじゃないかバンド、ね、バンドマンの距離感、そして僕やっぱね面白かったのがガイガーさんのね犬塚ソノニーに振られる話っていう、絶対愛想つかされるぞこいつっていう、あの若干ね言い回しにあの偏見がねまみれているのがちょっと気になるところもありましたが、これは爆笑で劇団員だからね、確かにですよこれ劇団員だからだよみたいなこと言ってあとさ女は成長するの早いからさちょっとまあ確かに、いやでもね犬塚のあの感じは確かに振られる予感はしますよね。ソノニーがね、終わった後もさみんな言ってたんだけど、うん、警察が来た時に、うん、一緒にお前巻き込むなよともうその時点でお前アウトだよなって話をしてて、ソノニーは今笑顔で嬉しそうにね、うん、逃亡生活してますけど、ね、でもやっぱあれは恋に恋してるからね、すぐあんなのもね、そう間違いないよ、まあ、恋は冷めますからね、うん、って話は確かになって、もう坂田話面白かったですあとすごいなと思ったのがリスナーメールの臨床心理士の方のメールすごかったですね、福祉系ヒーローね、福祉系ヒーロー、まあ確かにプリキュアには多いといえばその通りで、プリキュア毎回正気に戻すっていうのがすごく多いので、うんうんね、うん、近くはあるんだけど、そこでさ、じゃあね究極の福祉系はマシンマンだねって、マシンマンこそ一番悪質な暴力的強制だろう洗脳だからね、いやでもその支援者と非支援者は表裏一体ですみたいな話とかね、うんうん、あこのメールもすごいなと思いましたね、本当にね、はい、長旅が多かったわ、いやでも僕聞いてて、うん、なんで自分ハマったのかなっていうのは、まあ、この特集なくても最近よく考えてるんですけど、うん、すいませんね、花粉がないんで今ゴクッと音入っちゃったすいません花粉がない件に対する文句を今そのこの枠に入れなくていいTBS のラジオのシステムに対する文句を入れなくていい始まる前に言ってたもんなんなん、はいはい、ないない、いや僕は森保君は1話でハマってたって言ってたけど、俺1話は別にハマんなくて、
意味わかんねえなだったんですよ。で2話見ても意味わかんねえな、3話見てもわけわかんねえなっつって、うん、何話まで見ればこれ意味わかるんだろうと思ってたら、うん、10話ぐらい行っても全然意味わかんねえ、意味はわかんないよ、うん、最後まである意味わかんねえなってなって、うんうんうん、あれでも意味わかんねえけど、うん、こいつらのこと好きになってきてるぞっていう感じの入り方でしたね。まあでもそういうことじゃない、だから理屈じゃないんですよね、そのあの設定とか、うん、でも最初その意味が分かんなかったし、やつらのこと好きじゃない時になんで見れたかっていうと、その意味の分かんなさで引っ張ってくれたからっていう。ああなるほどなるほど、だから入り口としては俺鈴宮春日に近かったんですよ。ああその鈴宮春日の最初の鈴宮春日の憂鬱の最初のテレビ版のテレビ放送時は、うん、今のあれソフトなんであんなことするのかね、あの、ね、あの順番が違ったエピソード時系列とシャッフルして、うん、で最初の第1話だけ見ると、はい、なんやこれと、だからもうとにかく歌丸さんとにかく騙されたと思って1話見てくれて1話見たの俺が、うん、なんだこれっつって、ま、いや俺こういうの一番苦手なんだけどみたいなこと言っていいから最後まで見て3話か4話まで見てくるんですよ、うん、あそうそう1話目の終わりぐらいであれって感じはあるんだけど、うん、でだんだん構造が見えてきて、ね、3話目で構造見えてきたところで、あの春日はだからちゃんと構造が分かるんだけど、はいはいはい、あの確かに分かんないそうだよね、うん、だから春日はこういう話なのかっていうのが分かって引き込まれていくっていうね、うん、ドンブラはあの縦軸がすごく多いんですよ、うん、でその縦軸を、はい、戦隊も縦軸多めのやつとか実際あるんですけど、はい、綺麗に見せるんですよ縦軸、うん、あのこの人の追ってる号はこうで、うん、ドラマはこうですって言うと、はい、今回この人の回ですって綺麗になるんですよ、うん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 、で次は、じゃあ緑の回ですって、はい、緑が背負ってるストーリーを綺麗にやるみたいな順番にやっていくんですけど、ドンブラはめちゃめちゃごちゃごちゃに細切れにしてそれをまぶしてるんですよ、はいはいはい、なんで縦軸が絡まり合ってて、はいはいはい、今回こいつの縦軸の話のはずなのに、新しい要素出てきたぞ、うん、かと思ったら違うやつの縦軸始まったぞみたいなのをずっと繰り返しててごっちゃごちゃなんですよ、うん、逆に言うと同時並行でちょっとずつちょっとずつ進むみたいな出てきて、で普通は縦軸の話やったらそのエピソードは2話とか3話でまとめんですよ普通、ええ、まとめないですよ、次いつやるか分かんないのその続き、あこいつの縦軸の続きみたいな、で最初はどういう話なんだろうどういう縦軸なんだろう追ってるんだけど、うん、気づいたらキャラのことを好きになってて縦軸どうでもよくなってるんですよ、その件の解決はもういいから幸せになってくれみたいな、あはい、それ会話でもありましたよね、だってなぜなら今君たちこの仲間でもう十分今いい感じなんだからもうその件解決しなくてよくないみたいな、だから春日とかは最後全部構造が明らかになってカタルシスがあるんだけど、そういうのではないんですよ、入り口はちょっと似てるけど最終的にはもうキャラクター最高になってくっていう感じですか ね、 一応説明もしてなくはないけど、まあ大慌てね、あと序盤にあったいろんな設定とかがあれはなくなったねみたいなのがね、ね、うん、なくなったの多かったね、うん、まああとやっぱり鬼シスターの貢献が多かったですかね、序盤は特に、うん、あのそれこそわけわかんない時に、うん、やっぱ志田小白さんの魅力が本当に、ね、鬼シスターが引っ張ってくれたっていうか、みんなのこと好きになるまで引っ張ってくれたのはやっぱ鬼シスターだったなと思います、間違いないですね、うん、うん、いやいやいや、で僕はねライダーギャグ割と苦手なんですよ、平成ライダーでギャグ結構あって、うん、でそういうこと田崎監督もいっぱいやられてるんですけど、うんうんうん、ライダーって全体めっちゃシリアスなのに、うんうん、間にドタバタギャグみたいなの入るんですよ、うんうん、すっごいバランス悪いなと思って前から苦手で、うんうん、でもドンブラはバランス逆なんですよ、うんうん、ドタバタギャグの中にシリアスがちょっと入ってるみたいな感じだから、まあ確かにね、見やすいんですよね、その、ま、ライダーギャグみたいに上滑りにしないっていうか、あと不意に泣かされるもんね、こんなくだらねえ話毎週見せられてるのに、ね、あれ泣いちゃったみたいな、そうそうそう、あれがね、うん、だからバランスもすごくライダーと逆なのが良かったなと思いましたね、うんまあ、あと僕すごい新しいなと思ったのが、やっぱ子供向けは分かりやすくなければならないっていうその固定観念があるじゃないですか、うんうん、子供番組っていうのと、もう一個は商材であるロボットをちゃんと活躍を見せなければならないっていう、うんうんうん、この2つのルールがあったはずなんですよスーパー戦隊は、うんうんうん、その2つを破ったんですよ今回、うん、破ったんだけど面白ければおもちゃ売れるじゃんっていう結果を出したんですよね、うんうん、それがやっぱ大きかったと思いますね、今後の特撮とか子供向け番組作るときに、うんうんうん、多分後の創作者がすごくやりやすくなると思いますね、うんうんうん、僕子供の頃子供だと思ってなめんなよと思って見てましたよ ね、 よね、大人っぽいのがこっちは好きなんだなっていう、井上さんはそもそも子供向けだと思って書いてることは一回もないって言い切ってますからね、うそうそうそう、うん、だから子供向けだから簡単にしなきゃみたいなのが、その手加減が一切ないのが逆に子供に受けたっていう感じじゃないですかね、それはだから全く同じ目線でねみんなわーって盛り上がってるからね、そう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 、
なんで、すごく、その2つが結構、今後の、特撮の流れとか、子供番組の流れを変えるんじゃないかと思います、ね。ぐらいの存在、はい、へぇー。ドンちゃんって見てます？ドンちゃん。YouTube のね、YouTube の、はい、あれ、はい、うちの子がドンブラロースとか言って、ドンちゃんばっかり最近見てて、やっぱりそこのドンちゃんの中で、青の役者の別府さんが、はい、縦軸とか言って、自分だけ縦軸ない。猿が縦軸ないって。そうそうそう。でもさ、って言葉にすごい敏感で。でもさ、それすごいさ、猿そのままだよね、キャラクターで。あ、私だけ、私だけ縦軸はないのだが、みたいなさ、言いそうだもんね。あれね、メンバーめっちゃ仲良くて。で、ソノイの役者さんとか結構ベテランだから、あの人が、いや、僕いろんなドラマとかやってきましたけど、キャスト同士こんな仲良くなったの初めてですって言ってて、ね、みんな仲すごいんですよ。あれ見てるだけで幸せになりますよ。なるほど。めちゃめちゃ仲いいですね。本当にファミリーになってるな。あとそのね、東映チャンネル入ってやっぱあとはあれだな、前話オーディオコメンタリーで見て、で最終話のディレクターズカットを見てみたいなことなのかな。ですよね。もう本当にまだまだ楽しめるんで、あ、時間です。ございます。はい。ございます。もう面白いんで、ね、今からでもぜひ皆さん、ね、はい、見てください、はい、ということでございます。うん、